なんだよ。なんかもう名前全部見えなくない？あ、そういうことね。長いんだ。え、でも縦にしたら見えるんだよ。え、縦でやってんの？よ。うん、だって横にするとね、さらのね、ショールームって、なんかバグるんだよね。もう縦の方がいいよね。いや、私は横の方が好きなんだけど。そうですか。で、今帰ってきたんさ、私。お帰り。で、今。あらも、嘘、今なわけない。地雷メイクをしていたんだから。はい、ということで、今日はサラピーコラボ配信でーす。イェーイ。あー、全然、そうですね。サラちゃん、実は地雷。どう思いますか？地雷ってるね。でも私も、今日地雷。テラピは地雷似合う。似合うとかあんの？あるでしょ。ない。何する？今日はテラピが企画を考えてくれません。絶対が。いや、何も考えてないので、ゆったり、やっぱ質問とかね、テラピに、そうですね、答えてほしい質問とかをください。もうね、ほんと、サラピーで企画は本当に向いてないんですよ、ね。うん。なので、質問に答えていきたいと思います。おう。おう。メイクが完成する前。ほんとだ、メイクまだしてます、テラピーが。いや、やってたんよ。でも、マスクするからさ。確かにね、崩れちゃったんだ。なんか、チークとか塗んないじゃん。なんか、めっちゃ濃いんだけど。トラちゃん、テラピーに会った、会ってません。何？ガス開けたんですって、テラピーが。そう、開けたの。見せてください。2個？ 2？ 1、2。でも、これがいったら、こっちにもう1個開けたい。え、いいね。え、さら、に軟骨を開けてほしくて、たまらない。軟骨置いて一緒。え、テラピーは絶対軟骨にこうやってプッっていう、なんかよくわかんないけど、なんか、ピアノって感じ、全然わかんないんだけど、そういうのが見たいなって、個人的に思ってます。嫌です。なんで？開けてよ。でも、まだに開けてもらった。開けた。ね、安らぎ亭で。そう。え、なんでわかんの？え、なんか昨日 聞いた。え、誰から？ファンの方から。嘘。なんで？え、安らぎ亭で開けるもんなのって思ったんだよ、めっちゃ。安売り亭で開けた。どういうことって思った。めちゃめちゃ動画あるんだけどね。まだ誰にも見せてない。じゃあすっ送っごいて。ビビってる私が。ででしもょ？全然痛くなかった。え？怖い。ピアス開けるのなんて怖くて無理です。え、マジで痛くない？マジで痛くないの？じゃあ、うん。開けません。だって怖いもん。そりゃ痛いのが世界で一番嫌え、何も痛くない。え、なんか本当に、すねぶつけた方が痛い。どういう？本当に痛くないんだなって思った。マジですうか。ん。鼻に開けてください、だって。いや、最悪でしょ。鼻に開けましょう。えい、えい、おう。いや、でも、いつかね、もう、人生で一回はピアス開けてもらいたい。間違えた。開けてみたい。今とかじゃ。開けた方がいいよ。開けた方がいいんだ。う次あん。りがとうございます。いや、今は絶対に開けないけど、だって怖いもん。いや、怖いよね、わかる。あら、無理、よく開けたなって思う。心が座ったら、大人になったら開けてみ、今は無理、わーわーってなっちゃうから、無理で本当に痛くなかった。す。え、でも確かに、開けてもらう人にもよるかも。だから、開けるとしたら、確かに。病院とかで開けたいな。え、なんか病院の方が痛いらしいよ。でも安全じゃん。嫌だもん、テラピー。なんかテラピーはちょっとあれだよね、ビビっちゃうタイプ？え、そうか、私は絶対やめた方がいいと思う。からも無理、一人。ね。うん、だって死んじゃう、こっちが。まだすごかったよ。3、2、1、パ。まないわ。ピアスは痛くないんだって。イヤリング何度もだからピアスにした。いや、確かにね。イそれヤリは、イングもすごい。ヤリングってなくすよね。うん。私もいっぱい落としたことがあります。実は。あ、お披露目から3周年おめでとうだって。
おめでとう。そうですね、今日お披露目から3周年です。早っ。忘れてたね。ちょっと忘れてた。嬉しい。イエーイ。懐かしい。それの、どうしよう。お披露目から、お披露目のこと覚えてますか？私はすごく覚えてる時もあります。あの、何も覚えてない。でもステージに立った記憶はあんまないです。ね、なんか楽屋とかの方が覚えてる。そう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 、なんかめっちゃ人がすごかったじゃん。え、そう、なんか思った以上にさ人が いてすごい押したよね。そうで、なんかそれをあの上から見てる、あのまだステージじゃなくて、あ、うん、あの控え室っていうか楽屋とかで見てる時が、うん、を覚えてる。なんかめっちゃいるみたいな。ね、わかる。なんかさ2階にもいたよね。そうそうそう、こんなあるんだ。わかる。初めてのお客さんだったじゃん。確かにね。劇場も立ったことなかったもんね。うん、本当にもう初めてステージで踊った時。わかる。だから、あ、やば、やばいやばいと思って、怖えって思ったら一番緊張。でもなんかさ、その後のさ、みんなで写真のさ自己画を探した方がさ。いや、まあ、確かに残ってる。もうね、みんな必死でね、もう運動会。そう、顔すごかったね。って感じになってたんで、楽しかった。もうね、いろんな人の自己画が見つかった。サラもあったよね、結構。なんか、え、サラは全部自己画だった。楽しそうだったけどね、みんな。楽しかったね。いや、楽しかった。バンダイだったから、なんかね、知らない人もいたじゃん。うん、確かに、あの、なんだ、お買い物中の人とか。そうそう、だから、すごい楽しかった。だからじゃないけど、なんて言うんですか。なんか、どっち見りゃいいんだみたいな感じ、ね。なんか変な感覚だった。いつも買い物してるところでさ。あ、確かにね。そう。いや、本当になんか、初めてのファンの方っていう感じだったじゃん。うん。でさ、あの、その最後に握手いろいろ。やったね。感じだったから。うん。あの、それも初めてだったじゃん。うん。確かに握手会もやってなかったか。そうそう。あ、やってたかも。やってたけど。やってないよ。やってなかったっけ？やってたよね。わかんない。やってなかった。やってたっけ？うん。え、着物2回、着物じゃ、浴衣やらなかったっけ？浴衣の日はめっちゃ覚えてるけど。え、待って待って。浴衣やらない。わかんないけどさ、浴衣の握手会めっちゃ覚えてんだよね。はい、ニキの握手会。ニキの握手会？間違えた。ニキの全国大会の予選の時。うんうん、わかるわかるわかる。あれあったっけ？いや、それより前だよ。そうだって浴衣。浴衣が本当に最初じゃない？浴衣って8月で。あ、確かに、あ、確かに。が9月2日だから。いや、そうだ、浴衣やったわ。やったよね。うん。浴衣着れんだって思った。普通に確かに浴衣って浴衣着れんだって思った、うん、マジでおもろおもろおもろ。誰の自己画が一番多かった？だってあの普通にサラサラだっけ。うん、あとはヒノとかもいたよね。あ、ヒノもめっちゃ多かった。あとユウとかえ、チカナ、私的に一番おもろいのはチカナ。見せられないけど、みんなに誰とも見せられないけど、うん、本当に面白くて、マジで、そうそう、なんか今でもあれ見ると本当に笑える。わかる、元気になるんですよ、うん、なんかこんな時もあったな、ははわかるわかる。本当に面白くて、あの見せられないんだけど、うん、ガチでおもろいの。いや、わかる、本当にね、なんかなんでその顔になるのみたいな。そうそうそう、必死なの、しかもみんな。わかる。本当に面白い。どうしよう。いつか見せたいね、みんなに。え、見せません本当にニキって自己が探すの大好きでね。わかる。だから最近載せてたよね、うん、サラだっけ。サラだよね。だ誰かな。いや、サラだよねいや、でもじゃあテラヒナはあの変顔してる、うん、変顔っていうかもうさ、リアルな自己画が多いんだよね。落ち着いて。
感じです。いやもう質問を集めるっていうので、だから寺田のコメント欄の方からも抜いてください、拾ってください。なんかある人、ある人、ありがとうございます。ある人、はい、どうぞ。あ、なかったです、今適当に言いました。前髪がめっちゃ短い。サラも今日美容院行ってきたらね、え、行ってきたので、切られた、前髪切るときに、あの、私が最近ハマってるアイドルがいて、その写真を見せたんだけど、自分に似合わなかった。今前髪思った以上に、そう、短くなっちゃった。めっちゃ似合ってると思ったよ、今。嘘でしょ、めちゃめちゃさ。テラピー絶対目が綺麗だから、あの、前髪が絶対に目にかからない方がいいじゃん。いや、あの、ここの幅が広いのよ、私。え、いいじゃん。だから、お前にすると、わかる？なんか、すごい短いなって感覚になるの。ならんならん。いや、なるんよ。ならんならん。はい、お願いします。まあ、サラちゃんが、質問がね、全然来ないの。サラちゃんがあげてる寺田さんの写真は、全部許可を取ってるの？はい、心の中では。本当だよね。取っています。撮られた試しがない。心の中では撮っていますが、あの、一応撮るのはちょっと恥ずかしくて撮れないので、なんか心の中では撮っています。さ、許可とかじゃないよね、もう顔が見えてないからさ、もういいんだよね、うん、だからさ、ダメって言われるじゃん、事故がなんだから。だから事故がなの、あれは撮らないっていう選択肢を取った。逆に、逆にね、そういうことなんですよ。おさらとひーちゃんは鬼にならんの？なりません。なりません。なりません。あれはやっぱりゆうちゃんとのえさんだからこそできたことで、私は鬼って似合わないかなだってね、感じ。おさらは似合うよ、多分。緑の鬼とか。いや、寺田は青鬼。私は鬼なの。青鬼。絶対なりたくないよ。そうです、なりたくないのでなりません。なりません。こんばんは。こんばんは。もう ね、びっくりするぐらいね、質問が来ないのよ。そうだよね、似合いそうだって。ありがとうじゃないな。いてゴンって。あのね、質問ないんですよ、サラたちには。ないんですか？ないんだよね。し、あの、いろんなこと自分たちから話しすぎてないんです。そうなんだよね。はい、コラボってほんとコメント読めなくなるよね。そうなんですよ。まあそういうもんだよね。そういう日もあるよね。そういう日もあります。どんな、じゃあテーマ、テーマ、もうリアルな質問コーナーにしよう。じゃあもう何でもいい。学校とか。何だって？学校とか。え、学校言うの？学校どこですか？学校どこですか？いで。いや、違う違う。なんか、そうですね。例えば、好きな食べ物なんてさ。あ、もうそのレベルでいいこと言ってる。もう私たちを、あの、探す感じ。じゃ、淡々と答えていこう。わかりました。いきますよ。ママと。そのレベルで。料理スタート。なんて？甘党ですか？辛党ってもの。辛党ですか？せーの、甘党。辛党ってもの。いや、あの、違うんですよ。私、どっちの党でもないんですよ。私、めっちゃ甘党で、甘いのだけあればいける。一生。女子の中の女子ですね。そうです。え、私はどっちの、どっち党でもないんですが、だから人生で甘いものしか食べれませんよ、辛いものしか食べれませんよって言われたら、辛いものを選びます。まあ、そうだよね、サラ。はい。あの、甘いのは1個。イェイ。ありません、テラだと。イエーイ。はい、次テラだだよ。財布に入ってるお金は？え、わかんない。多分、ね、いくらだろう。多分見た、最後に見たときは、うん、せーの、1万1000円ぐらい。11,050円ぐらい。1万はありました。でも月の初めだからね。え、そうそうそう、この前もらったばっかりな。そうそうそう、だから多いっていうか、まあ、学生にしては多いですね。なんかわかんないよね、学生どれぐらいなんだろう。
でもなんかバイトとかやってる子って結構持ってるじゃん、友達の。でも財布に絶対そんなにお金入れとかない方がいいと思うから。え、そう、私も入れない財布に。はい、売り道とかしちゃうじゃん、お金があったら。ね、わかる。それはちょっと、ね、携帯のさ、携帯決済良くない、本当に。え、確かに。めっちゃ使っちゃう。わかる。楽だしね。え、そう、楽なのよ。なんかさ、お金って感覚なくなるじゃん、その携帯だと。みたいな感じだから。まだあるからこれ買っちゃおうって思っちゃう。そう、なんか無駄なものまで買ってしまうということで。うん、わかる。なのでね、大変です。はい、次。寺田さんとさらちゃんはどっちが勉強できる？せーの。あたし。え、どっちなんだろうね。いや、これはわかりません。多分得意分野とかが違うんじゃないかな。何が得意？暗記、暗記。ハート100から。私もそっちか、平均かも。でも社会とか理科はマジで無理。あ、そうなんだ。さらそっち、うん、社会のなんかダメなんだよね。学べない。学べない。うん、なんか学ぶ意味を感じないと学べないの。確かにね。そう。え、でもテストの点数とかで。テストの点数は、え、ダメだった。社会は死ぬほどダメだった。そうか。何が得意なんですか？私？うん。なんだろう、英語とか。サラが一番苦手なやつじゃん。マジ？え、でも国語、国語ってさ、私毎回勉強しないでテスト挑んで。国語は勉強しなくても50。わかる。するもんじゃないよね、あれ。で、漢字とかは暗記かもしれないけど、うん、それ以外は、だってさ、物語も違うものが出るのに。わかる。だから、あの、勉強するもんじゃないんで。国語は本当にやんない。だけど、まあ、ある程度取れるから大丈夫だと思って。ね、っていうやつらが、痛い目見るんです。はい、お願いします。ハートありがとう。はい、どうぞ、君です。好きなケータリングは？弁当、じゃあ弁当にしよう。弁当？公演の日の。公演の日の。普通に夕飯とかで好きね。行きますよ、うん、え、待って、え、これ一緒じゃない？でもそんなことないかな。待って、思い出せないんだけど。私一択なんだけど。おー、せーの、うどん。モス。全然ちゃうやん。うどん。でもうどんも美味しかったよね。なんかさ、公演の時はちょっとさっぱりしたのがいいじゃん。あ、それはわかるかも。うどん美味しかった、うん、モス美味しいんだけど、うん、お腹痛くなって。え、そう、サラ、サラ毎回お腹すいた、お腹すいたって言って、うん、早いんだよね、食べるのが。そうなんだよね、あの、よく噛む。すぐお腹痛くなる。はい、マジで、あの、本当に、すぐお腹痛くなった、胃薬、胃薬、みたいな感じになってる、うん。何人から胃薬もらったか。やばいね、もっとさ、考えれば、しかももう最近さ、分かってきてさ、メンバーから絶対お腹痛くなるよって言われてんのにさ、食べちゃうんだよね。食べてお腹痛くなってる。そうそうそう、そういう時もありますよね。でお腹良くないよね。はい、じゃあ次の質問読みます。どうしようかな。あ、いきますよ。お互いの羨ましいところは？え、なんだろう、なんだろう、あの、なんだろう、なんて答えれば。え、なんだろう、内面、外見、どっちもじゃない？どっちも？わかった。いいよ。どれも含めね。え、わかんない。何？うわ、最低や、こいつ。なんだろう、好きなところでしょ。え？え、なんだろう、やばいやばい。怒ってください。なんだろう、やばい。お世辞でも答えなさいよ。いや、本当だよね。どこですか？いきますよ。あ、いいよ、わかった。はい。せーの、花。スタイルがいい。こいつ、絞り出す。みんな、二人とも外見じゃん。最悪だよ。本当に。え、私は花。え、それ、サラだけだよ。ずっと言ってるけど。いや、サラ、テラピの花が NGT で一番好きなの。いや、絶対嘘やん。ガチガチガチ。つい最近さ、始まったよね、それ。うん、ガチです。私のドンピシャの鼻をしている。ドンピシャな鼻をしている。なんかさ、魔女鼻っぽくない？魔女鼻
膝ね、私わかんないけど。あ、テラピが。うん。マジョバナコック。嘘でしょ。うん。あの、ここがチュブンってしてる花。え、それがマジョバナだよ。だよ、マジョバナはこうでしょ。鼻が気になっちゃった。こうでしょ。そうなの。なんかさ、私マジョバナ嫌なんだよね。え、全くマジョバナってないよ。違う。マジョバナ。うん。てか普通にマジョバナの人すごい綺麗だと思うんだけど、テラピーマジョバナだと思うけど、他にいるじゃん。あのいっぱいこの世の中には。そうそうそう。だマジョバナだと思ってた。嘘。めっちゃこうどっちかっていうとこっち。マジョバナじゃないんだ。すごいみんな言ってくれてる。え、絶対マジョバナ。てかマジョバナが何かわかんないけど、まあ。はい。なんか小学校の頃の教頭先生がマジョバナだったんだよ。小学校ね。てか教頭先生ってマジョバナのイメージじゃない？え、違う？違うでしょ。違うか。オッケー。湯婆婆ってことだね。え？サラはスタイルがいいです。ありがとう。もっともっと。以上です。ありがとうございました。はい、次です。ありがとうございます。はい、みんな何か質問ありますか？あ、ヤヒコちゃんの鼻がいいって。まあ、それはわかる。それはわかる。たっけんだよな。うん。小鼻もないし。なんか、ここが細いよね。うん、細い。細いのに高い。うん、わかる。それも羨ましいです。こなくしたい。いや、わかる。もう、いつも、びって。わかる。この、嫌なんだよね。いや、さらに小鼻が。さもう、コンプレックスしかないよね。自分の顔って見れば見るほどさ。え、わかる。なんかさ、入ってさ、見ちゃいけないんだなって思う。めっちゃ顔見るじゃん、自分の。うん、嫌でも、うん。メイクとかしなきゃいけないから。うん、それがちって、なんかさ、自分の顔ってこんな左右非対称だったんだなって。いや、それはわかる。え、なんか違う、なんか、そう、そうだよね。非対称に見えるよね。うん。こんな目変だったかなとか、ね、こんな肌でかかったかなとか思うんだよね。自分で。思ってなかったから。中学の頃とか思ったことなかったけどさ、そこそんななんか自分の顔見ないし、そんなに。うん、だからね、ね、なんかいいのか悪いのかって感じだけど、うん、すごいなんかおもろいなって思った自分の顔が。いや、わかる。そう、なんか、あ、アイラインってこうやったら目でかくなるんだとか、めっちゃ、めっちゃ面白かった、最初の時。ね。そう。やばい、お腹が、胃が痛い。え、やばいです。飲み物飲みすぎた。え、もっと褒めてあげてくださいだって。え、もっとね、もっとね。髪の毛って、え、髪の毛が、うん、うん、嘘やん。え、ガチです、これは。ガチです。みんなそれに関してはみんなトゥルントゥルンだよ。なんかみずみずしいよね、テラヒナの髪の毛は。サラサラっていうより、うん、トゥルントゥルン太いんだよね、一本が。え、みずみずしいの。黒いし、え、サラも真っ黒ね。サラも黒よね。え、真っ黒いいやん。はい、お願いします。次お願いします。二人で旅行に行くなら、旅行、迷うな。私海外行きたい。え、海外な。嘘。行ったことないから分かんないんだけど。韓国とか。ああ、確かに。誰も話せないけどね、現地のこと。分かる。どうする？あ、カムサハムニダ。せめて英語だよね。確かに。オーストラリア行ってみたい。え、わかる。だし。わかる。楽しそう。わかる。わかる。めっちゃわかる。旅行でしょ。わかるかも。確かに韓国行ってみたい。普通に、あのね、テラピーがとかじゃなくて、韓国。わ、うん、かる。普通に行きたいよね。普通にいろんなとこ行きたい。まあ、その、何、一緒に行く人がテラピーでも、誰でも、うん。まあ、誰でもいいよね。テラピーでもいいよ、みたいな。え、正直サラたちって誰でもどこにでも行けると思う。どういうこと？あ、嘘。それは嘘ついた。
結構誰、なんか大人数がいいタイプですか？じゃあ旅行は。え、絶対嫌だ。絶対嫌なんだ。絶対大人数嫌だ。え、私普段の生活でも無理。大人数。え、どういうこと？遊びに行くときとか？うん。え、待って、大人数って何人？大人、いや、私2人がいいの。2人じゃないと無理な。遊びとか。そう。3人もちょっと無理。3人で行ったんやん。間。え？ 3 人で行ったやん。やば。え、でも、え、なんかわかんない？いや、でも。私絶対、だって、小学校も中学校もずっと、うん、2人、あの、いつも一緒にいる子。え、確かに、ぽい、ぽい。3人は無理。3人でもいいんだけど、別になんか大人数があんま好きじゃなくて。え、なんかその人によるけどね、サラは。やっべ、そういうこと、話なんだけど。なんかさ、ハッピーだったら2人でもいいけど、うん、なんかさ、気まずい人とかだったら。だ、そういうことは遊ばないから。そうだよね。当たり前。遊ばないから。確かにね、そういうことか。そういうことか。え、でも行く場所、え？行く場所にもよるよね。あ、まあ確かにね。まあ、会話の内容があるようなところだったらね、水族館とか。水族館？いや、なんかさって、気まずい人っていうかさ、あんま仲良くない人と二人でバンダイはちょっと無理があるよね。二人で水族館も気まずくね。そうまだ会話があるじゃん、その。綺麗だね。綺麗だね、とか。うん、ああ。イルカだ、みたいな会話があるよ。水族館だって買い物してて会話ってなくない？ないね。確かに。でも買い物ってさ、普通にお金持ってないと楽しくないから。あ、それはわかる。はるちゃんと二人きりでも大丈夫？せーの、ダメ、アウトです。そうそう、はるちゃんでも大丈夫。全然いける。じゃあもう誰でもいい。うん。マジで。誰でもいいって言い方やばいけど。誰でも大丈夫。誰でも大丈夫。うん、年近い人の方が楽。まあ確かにね。なんか会話の内容的にね。うん。確かにね。わかるわ。もう2人じゃないとね、無理なんだよ、私。確かに。いや、私も。サラは？いや、私、何人？でも、ちょっと、7人とかこうやっていくと、あ、気まずい、気まずいってなっちゃう。あなんか、まあ、ちっちゃいもんだから6人でいいのかもしんないけど。うん、なんか、わかる。私も、ちっちゃいもんなら全然6人でいい。うん、でも6人って、普通に考えて多い。6多いよ、ね。4人が最大かも。いや、5人。あ、まあね。一般的に遊ぶならね。私も4人かもしれない。いやい。頑張って4人。確かに、頑張って4人。確かに、みん。次は、なんか、ないよね、みんな、確かにね。じゃあ、テラピーの、好きなタイプはな。謎？うん、わかんないね。いきなり。謎多き女、じゃん。ね、謎多き女だよね。わかる。わかんだ。うん。よく言われる。あ、言われるんだって。うん。謎多き女、テラピーに質問で。好きなタイプ。後輩にも言われたことある。いや、だって謎だもん。謎じゃないの、知ってけばね。だから仲いい人にしかそんな深いこと喋んないから、うん、だしなんか見た目が謎そうじゃん。いや、それは初めて言われた。なんか普通に何喋んなかったり全然仲良くならなかったら、うん、なんか毎日ピザ食べてそう、うん、変色そうみたいな、うん、変な偏見いっぱいつくタイプでしょ。うん、多分そうと思う。そう、なんか家真っ暗そうとかあ、確かに。だけどなんかまあそういう感じっぽいじゃん。だからな、仲良くなるまで時間がかかる人だから。あ、そうなんや。うん、なしかも仲良く、うん、そう、喋んないからね。喋んいや、だから仲いい人にしか本当喋んないって私。マジか。うん、喋んないね。ただもまあ普通そうですよね。うん、マジでね。だって、いまだに普通に NGT のスタッフさんとかと全然喋んないもん。確かに、喋ってないことない、あんまり。マジで心開いてない。心開いてない。いい意味、なんか悪い意味じゃなくてね。なんか まだ人見知りしてる。あー、なんか、3年かかってます。
だってメンバーとかもたまに会うと人見知りするもん、まだ。え、わかる。私。特にさ、なんか年の離れたメンバーとか。そうそうそう。え、どんな会話してたかなって思っちゃう。そう。なんか聞き合いも、公園とかでさ、会う人は全然いいんだよ。限られてた。そう。今、公園が一緒じゃない人とか、うん、この前、マシモとかとめっちゃ久しぶりに会ったねって話してたんよ。なんか、あのさ、公園あったじゃん、みんなで。夏休みの。うん、あれ以来会ってなかったの、マシモに。やば、それでめっちゃね、久しぶりで人見知りしてた。この前会ったの。人見知りはそうだよね、するよね。さらしないじゃん。いや、しないけど、うん、でもしないっていうか、普通テラピーがするいっぱい。私やばいよね、うん、本当に異常だと思う。いや、そうなんですよ。異常な人見知り。確かに。私はまあまあ。はい、次。はい、テラピー。テラピーね、ないんて。テラピーのコメントよ。マッシーとは4歳差か。お寺さん、こんばんは。それは言ってたね。何人は多いな。仲良くない人と2人でバンダイってどういう全部読んでるよね。いい感じ。インスタとかでやればよかったね。確かに。いや、でもインスタはだって見てくれてる今。質問はないんですよ、あんまり。じゃあ学校とか恋バナ、恋バナはない。学校とか学校、あ、じゃあ好きなタイプを聞いたんじゃん、テラピー。テラピーの好きなタイプって誰得なの。タラ得。テラピーの好きなタイプ、でもさ、普通にさ、わかりやすいよね。あの、普通に女の子のさ、私の好きなことがよく見せんじゃん。いや、わかりやすい。わかりやすいよね。私、本当になんか、うん、そういう系統なんだよね。なんて言えばいい、ちょっと自分、テラピーとは違ったタイプの子で。そうそうそう。だから自分と違うから好きになっちゃうんだよね。あーね。憧れっていうか。ね、なんて言えばいい、なんだろう。わかんない。もうね、ザ女の子って感じで、うんうん、あの二重がこう彫りが深い女の子。あ、確かに彫り深い子好きだよね。そう、なんかマシモみたいな目、わかる？はい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 、わかったわかったわかった。そう、なんかそういうちょっと幼い系。幼、確かに幼い、童顔っていうか。童顔、そう、童顔、童顔が好きだよね、わかるわ。の子が多い。確かに。マジでわかりやすい。私のインスタのフォロー欄見ていただければわかると思うんですけど。好きな女の子。本当にわかりやすいなって思う、最近。好きなタイプでは、まぁ、あ、ちょっと二人も違いますね。サラと違う。サラはちょっとなんか読めないみたいな。なんかサラさ、なんか違うんだよね、毎回。あ、こういう、サラこういう人が好きなんだって思ってて、でもたまに見せてくれる。と、なんか、ああ、確かになと思う時もある。え、マジ？うん、あるけど、ほとんどないけど。その人にしかない、あの、うん、空気感を持ってる、近寄りがたそうな人が好きです。あと、ありがとうございます。確かに。わかるわ、サラ。もう、ダーク。いや、違うんです。テラピーもダークなんだ。見た目がね、テラピーはダークなんですけど。一番最初に喋った先輩は？誰だろう。え、多分レイニアさんかアイニアさんかモフさん。私、あやかにさんかもしれない。マジで、あやかに、うん、なんか声かけてくれた。なんでだっけ。そう、なんかだよって。すげすぎ。撮影の時にだから握手会で喋った。マジ。そうです。アルフォート食べた気がする。アルフォート好きだよね。好きだった。私も好きで一緒に食べた気がする。すごっ。あやかにさんか、いいね。はい、次。話がやばいっす。話広げよう。広げよう。系勝利。でも眠気がすごいのね。聞いて今日ね。うん、全然関係ないんだけど、朝起きたの一回で、なんか結構早かったのね、起きたのが。で、なんかもうちょっとゆっくりできるなって思って、でもう一回寝ようって思ったの。でも寝れなくて、眠いんだけど寝れなくて。
だからあの YouTube で調べたのさ、うん、なんか寝れるやつある。あ、わかる、うん、で信じてなかったし見たこともなかったんだけど、なんか3分でなんか寝れるみたいな見たの、そのわかる海の音とか。うん、わかるわかる。それを流して、まあ嘘だろうなって思いながら目つぶったの。すぐ寝てめっちゃ寝坊した。やっぱすぐ騙される人やん。でそう本当に爆睡しちゃって。いいね。そう盛大に寝坊した。変なね、で本当なんだなって思って。タラも今日かけてみたいと思います。うん、みんなかけてみて。え、かけてみよう。なんかいい夢。3分で寝れるって書いてあるやつ。いっぱいあるよね。いい夢が見れるとか、なんとか。そうそうそう。いい睡眠ができるとか、何分で。そうか、今日からちゃんと見ながら。確かに。結びよう。あ、はい、行きます。握手会ってする側どんな気持ち？どんな気持ち？握手会懐かしいな。ね、やってないもんね。握手会ね。ガチで緊張してた。マジ？うん。なんかさ、うん、あとご飯が美味しいんですけど、そんなことは分かる。ご飯うまかった。そんなことは置いといて、握手会をする側は、なんか、最初は、道すぎたから、すごい緊張してた。うんうん、まあ、それは分かる。どうやって話せばいいんだろうとか、思ってました。でも割と毎回緊張するかもしれない。オンラインより、うん、全然。オンラインも緊張する。楽しいけどね。今は楽しいっていう感情も出てきたけど、うん、握手会は私めっちゃ手汗かくじゃないですか。いや、私も。なんで、あの、惹かれないか緊張してることもある。で、やっぱ手汗はかかない方がいいじゃん。うん、でも多分みんなと同じ。感じじゃない。うん、お互い行くぐらいね。そうだよね。頑張って生きていった。はい。皆さんありがとうございます。また行きましょう。握手しようね。でも本当に全然コロナが、ね、コロナ。何年後やらね。いや本当だよね。コロナ。4年後ぐらいかな。いやほんまやで。でもリアルにそんな感じじゃない？そんな感じないや。4年経ってもって感じだね。不思議だよね。どうなるんだろう、全然わかんない。だってさ、収まったとしてもさ、1人2人はいるわけやん。確かに怖いね。ね、怖いよね。うん、本当に自粛しないと、ね、はい、次テラピです。テラピです。サヤちゃんの握手会はマジで緊張したって。サラも緊張します。ありがとう。何があるかな。 NGT 以外で好きなメンバーは、うん、私は各グループにいらっしゃるんですが、どうしたらいいですか。あ、分かる。私も各グループでいます。これはちょっとなんかこんなアイドルが言っていいものか分かんないんですけど、一、うん、人漏れないっていう現象に起きていまして。誰だろう。じゃあ順番に言ってく。 AKB。 あ、オッケーオッケー。え、待って、OK、待ってね、ちょっと待って。じゃあ AKB から。 AKB さんでしょ。迷うね。どうしようかな。誰をあげようか迷うね。え、いいよ。あ、いいよ。せーの。あぐりさん。岡田はつかさん。あ、好きだよね。そう。うん。あとね、久保さとねさんも好き。ああ。あとわかる？岡田はつかさんマジで、なんか沼。え、わかる。なんか私、AK ビンゴ見てめっちゃハマって。え、わかる。マジで、なんかそう、面白いし、かわいい、ほんとに。わかる。ね。マジでわかる。めちゃめちゃかわいい。チームメイト多め。はい、確かに、そうだね。いいよ。OK。な、誰だろう、どこのグループ ?SKE。SKE、待って、迷うね。ちょっと待って。待って、あれさ。顔めっちゃわかんだけどさ、名前が出てこない。待って、さあ卒業した方。あ、それはめっちゃわかる。待って。私ね、あの、めっちゃ私顔ドタイプの方を最近見つけたんですよ。え、間違えた。え、なんかね、すっごい可愛かった。どうやって見るんだろう、これ。誰？見たんですよ。見たんですって。あ、待って、サラ、わかる？待って。
そうだ、サラ見つけたっていうか。え、わかる。サラが好きって言ってた人、わかるよ。言ったよね、私に。え、待って、違う子。あ、違う子なんだ。そう。前から知ってたんだけど、そうそう、その子。ごめん、ちょっと話してました。え、言っていい？いいよ。新潟の子。あ、わかる。ツイッターで見た。そう。知ってたんだけど、存在っていうか、いること、うん。知ってたんだけど、全然顔とかも見たことなくて。で、なんていうの、開いて見てみた。ガチで可愛いなと思って。真面目に透明感の塊みたいな。で、女の子っぽくて、うん、女の子っぽくてっていうか、女の子で、私も正真正銘の女の子なんですけど。ね、探せない。マジで可愛くて好きです。そう、新潟の子。どうやって好きになるんだろう？顔？どうやって、顔の時もあるし、バラエティとか見たら、バラエティ。ああ、それはわかる。顔のこともあるし、あとパフォーマンスっていうか、ステージ見た時とか。ありますね。セラピーの好きな子が全然出てこないんですけど、それは。なんかさ、わかる？ Twitter とかでさ、可愛いなって思ってもさ、わかる。壁下でさ見るとなんかさよくわかんなくない？確かに壁下で探せる。角度とかもさ、なんて言うんだろう、わかる？わからない。でも私ずっと好きな、ちょっと待って、その子見つかりなかったんだけど、ずっと好きなのは、うん、エゴユーナさん。エゴユーナさん、わかる。はい、ということで。かわいい。なんか夢たん感があるよね。もう一回見せて。え、わかるわかるわかる。確かに。この方は大好きです。わかりやすいな、お前さん。はい、次は NMB さん。待って待って。はい、OK。待って。どうしよう。マジで迷う、これは。ね、なんでそんな即答できんの？ん？なんでそんなすぐできんの？いるから。じゃあ発表するね、サラ。どうぞ。と、渋谷渚さんです。あ、それはなんかもう、ずっと言ってるよね。うん。マッチで可愛いですよね。私、おもろいじゃないですか。それはわかる。頑張ってください。そうなんです。渚さん、すごく好きで。あのなんか、うん、印象が笑い顔の子が意外と好きなんですよ、うん、なんかなんていうなんかわかりますか、真顔が印象残る子と、うん、笑顔が印象に残る子っているじゃないですか、うん、逆に真顔が違う人なんじゃないかっていうぐらい自信の感じのする子もいたりとか、うん、わかるかな、わかるよ。なんか思い浮かべた時にさ、真顔で顔が出てくるか、うん、笑顔で顔が出てくるか、うん、みたいな感じの時があるじゃん。渚さんってどう考えても笑顔で顔が出てくるじゃん、うん、あ、それはわかる。そうだし、あの目がね、あのなくなるところかわいい。あと口も好きなんですよ。あ、それが好きです。キュンです。どうぞ。セラピーの番です。え、そう、私ね、あの7期生、8期生、7期生みんな好きなんだよね、みんな。今ちょっと迷ってた、この子にします。誰ですか？さつき愛花ちゃん、わかる？愛花ちゃんみゆみゆに似てんなって思ってた。ああ、もうさ、前髪パッツン大好きじゃん。そう、めちゃめちゃかわいい女の子って感じ。わかる。いいね。アイドルがアイドルなんだ。おもろいな。なんか、かわいい。みんなかわいい。わかる。好き。めっちゃわかる。ほんとに。続いて、どうぞ。HKT48 さん。うわ、待って、迷うね。うん、いや、マジでみんな大好きなんだよな。いや、そうだよ。テラビは。やばい、博多を、博多推し。博多ね、すごい好き。博多推しが多いんです。どうしよう。からもね、
いいわけではないんですけど、HKT さんじゃなくてなんだろう、48。うわめっちゃ前、目をちょっと顔見よう。ちょっと迷う。ちょっとごめんなさいね。ちょっと待っててね。で迷っちゃうよね、これ。ああ、ちょっと待ってくれ。迷うな。本当に3日もらってもいいです。なんかみんな好きなんですよ、HKT。わかる。いやでも迷うな。あ、もう決まった。でも、何人もいるんだけど。うん、わかる。いいよ、決まった。よく一人に絞れんな。絶対絞れないんだけど。いや、なんか、テラピが好きそうな子、うん、顔が多い。いや、わかる。そうなんだよね。テラピいそうだもん、HKT さんに。あ、逆に？うん。あ、いいよ。いいですか？あ、私、はい、あ、どうぞ。松岡花さんです。あーぽいわ。好きなんですよ。あのなんか私ミステリアスな子が好きみたいなこと言ってるんですけど、アイドルは別なんか笑顔がやっぱ可愛いじゃないですか。みんな大好きだからな、はい、なんかとにかく笑顔の破壊力がすごい。うん、わかるわかる。もうなんかHKT さんってみんな笑った顔が可愛いよね。わかります。笑顔が本当に、ね、本当に可愛い。笑っててほしいぐらい可愛い。もう笑顔のシワがあるぐらい笑ってるのが好き。わ、うん、かる。ねえ待って、マジで私3人いるんだけど、いや4人いるんだけど。おーおー、いいよ。清水理央さんと、うん、栗原さえさんと、あ、松本ひなたさんと、あ、え、もっといるの、多いな。竹本くるみさん。あ、はいはいはい、多いな。3人って言ったよね。え、かわいいんだよ。いや、かわいいよ。分かってんだ。自分でも。本当にね。めっちゃみんなかわいい。え、異次元なんだよね、顔が。うん、確かに。かわいすぎる。あ、雲上ひろなさんも大好き。あ、そうだよね。前から言ってるよね。そう。すごくかわいい。雲上ひろなさんに似てるメイクさんがいるんですよ。え、誰？似てるよね。誰？え、いつもいらっしゃる？うん。あの、かから始まる名前。あー。私、そのメイクさんに、が初めましてのどっちかずっと言ってるんよ。めっちゃ似てますねって。似てるか。いや似てるだろ。わかんない。嘘でしょ。気持ちで見てなかった。いや本当に似てて、目元、あとなんか雰囲気もある、うん、そういうふんわりした感じ。あ、ね、わかんないけど似てるんです。嘘、本当に似てるんだよね。似てるよね。だからいつも私メイクしながらもう雲上ひろなさんにやってもらってる気持ち。やばいや。いや本当に似てるんで、もうみんなにも見てもらいたいぐらい。まあ似てるよね。いや似てるか、うん、似てる。いやこれはもう私みんなに広めたの。あのゆめたんとかゆなこも似てるって言ってくれたし、この前つぐみんさんだったかな、もう似てるって言ってくれた。あー、に似てるね。絶対似てるよ、本当に似てるから。似てるかな。似てるかは、まああの、え、本当にそっくりなの。似てるよね。似てる。今度ちゃんと見て。分かった。はい、お願いします。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 続いて瀬戸内さん、STU さんですね。はい、決定いたしました。いや、せーの。待って待って待って。びっくりした。あ、オッケーオッケーオッケー。せーの、岩田ひなさん。あ、違う。岩田ひなさん。待って、違う方言おうとしちゃった。岩田ひなさん、私も。一緒です。めっちゃ可愛い。わかる。大好き。マジでね、目が。え、わかる、目だよね。なんかもう、今にでも飛び出しちゃいそうな大きい。
わかる。二重幅がかわいい。インスタが好きなの。マジで毎日。わかる。インスタね。あ、そうそう。ウサギが出てくるじゃん。うん。ウサギをあげてるのめっちゃかわいくないですか。ただもウサギ買おうかと思ったレベルで嘘だね。でも本当にかわいい。なんかウサギと共に生活している岩田さんを想像したらマジでかわいい。わかる。本当に好きです。ということで続いてラストですね。あの NGT をやるんだ。そうそう、やっぱ NGT を応援してくれるのは、うん、やっぱ他のね、あの、うん、わからないっていう方もね、なんか何人かいらっしゃいます、うん。やっぱこれは NGT を言うしかないっていうことで。はい。NGT ですよね。うん。無理ですね。あのなんかさ、なんか知ってるからさ。確かに。なんかわかる。外見じゃないやん。いや、そうですよね。みんなどうですか。はい。やっぱ、じゃあ枠に分けていこう。あの、妹にしたい。お母さん。こういう枠ね。うん。だって、推しは一人に決められるわけがないやん。そうだね。うん。OK。じゃあ、パパから。パパから。わかった。パパね。パパはもう一択なんだけど。パパ。はい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 。いいよ。せーの。ななこさん。ああ。おお。まあ、わかる。ななこさんってなんて言うの？ななこさんもわかる。で、ひの。ひの、ああ、まあまあ、わかるわかる。多分同じような理由だと思うけど。うん、なんか、包んでくれるじゃん。わかる。雰囲気だよね。やって、で、面白いじゃん、お話が。うん、そう、だから、パパにしたいなって思う。同じ感じだわ、でも。なんか、みんなもわかるんじゃない？みんなを見てる。どっちもさ、ななこさんもひのもさ、全員見てるじゃん、こうやって。うん、視野が広くてさ、うん、すごいみんなを守ってくれそうだから、うん、パパにしたいです。じゃあ次。はい。ママ、ママ。ママ、ま、ママ。迷うな。あ、誰がいる？誰だろう？あ、もう決定しました。はい。いいよ。いきます。あ、ファンの皆さんも、じゃあ、ママにした人、選んでください。誰に、はい。絶対に選んでください。はい、いきます。せーの。ガタネーさん。ガタさん。あー。あー、わかりました。わかる。迷いました、迷いました。テラピは？マリナさん、確かにな。ひなたさん？ひなたさん。おー、理由は？え、なんかお母さん感ない。料理できそう。わかるわかる。なんでもできそう。なんか笑顔でさ、うん、ほら、片付けてご飯できるよ、みたいな。ご飯できたよってほら。言ってそうだよね。片付けて、片付けてって言われたい。うん。で、私はマリナさんですね。わかる。それもわかる。皆さん多い。テラピ、ゆうちゃん、マリナさんが多いですね。あ、そう、ゆうも迷った。え、わかる。でもユウは結局さ、料理できる人だよね。あ、わかるわかる。さんはなんか毎日学校とか向かいとかしてくれそうじゃん。うん、わかる。甘やかしてくれそうじゃん。うん、だけどなんかしっかり怒ってくれそうだから。うん。マリナさん。わかるかも。うん。あとなんか服装とかも。うん。めっちゃあのさ、授業参観とかに。うん。あのマリナさん来たら。うん。大自慢できんなって思う。それはそうでしょ。うん、なんか、あれ、なんかいいお母さん感あるよね。あれ、うちのママとパパだよ。テラヒランチの、まあ、ママとパパもめっちゃ自慢したくなるよね。歌えんだぜ、パパ。ママ、ご飯食べるんやでって言える。ああ、そういうことね。なので、私は、そう今、構成としては、まあ、小宮山家と寺田家できた。はい。はい、じゃあ次。は妹？妹？あ、おじいちゃん？おじいちゃん？おじいちゃん、オッケーオッケー、おじいちゃんね。おじいちゃんか。あ、オッケーオッケー、決まった。誰だろう。これおばあちゃんも想定してちゃんとおじいちゃん考えた。あ、確かに。じゃあ行きますよ、皆さんも一緒に。せーの、カドさん。もおー
カズさん、おばあちゃんもさ発表しよう。よ。せーの、つぐみ。ああ、そういうペアね。あ、違う違う、ほっこりするじゃん、見てて。あ、確かにね、それはわかる。あとバランス取れてる気がして、うん、2人の夫婦の。うん。ノエピーさん。めっちゃ選ばれてる、ノエピーさん。ノエさん。おじいちゃん。うん、やっぱし。はい、じゃあ、どうですか？いや、おばあちゃんは絶対青だなって思って。ああ、まあ確かにね、まあ2択よね、青ちゃん、うん、海さん。それを考えたら、おじいちゃんはなしもかなって。あー、あー、まあ確かに。いいね。いいね、いいね。のえさんは、あの、隣のおじいちゃん。うん、めっちゃ畑で育ててる。なんか。まあ。じゃあ私も隣のおばちゃんみたいな感じに、なんかいつもお裾分けくれるような、うんうん、そのポジションにマリナさんが欲しい。あー、わかるわかる。わかるんだよ、うん。親戚とかにいたらいいよね、うん。確かに。やべやべ、伝えとくわって言われた。やべやべ、間違えた。次は、お兄ちゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん。いや、これ決定してます、私。え、誰だろう。いいよ。いきます。皆さんも決めます。うん。せーの。サーヤ。サラ。私？サラだろ。サラ。うん。お兄ちゃんみたいな感じじゃない？お兄ちゃんみたい。うん。え、ほんと、ありがとう。なんかもうほんとさ、サラ自分でもよく言ってるけどさ、男だったらほんとにモテてたよね。いや、マジで男だったんですよ。なんか男気あふれるじゃないくない、うん、いや、本当に女に生まれてから学校生活でモテないんだなって男だったら結構モテてたんですよね。絶対モテてたよ、ね、前世は男だったんですよ多分。だけど女になっちゃった。絶対モテると思う、さら男だったら。そうだね、だから女でもモテてたよね。あ、ガチで本当にモテなかった。出ました。はい。はい。ありがとう、みんな。めっちゃみんながフォローしてくれる。ありがとう。なんか複雑。ありがとう。私はサーヤ。まあでもからサーヤも迷った。うん。なんかサーヤは例えばサラが中学生で、うん、サーヤお兄ちゃんが高校生だとしたら、うん、あのめっちゃすれ違いたいじゃん。絶対モテるじゃん。女でも男でも、うん、確かに。だからサーヤだし、もうね見えるのよ、うん、制服を着ているサーヤの姿が。ブレザー、え、ブレザーでしょ。ブレザーなんだ。で自転車に乗って、うん、3人ぐらいの男友達を引き連れて、うん、こうやってうえーって帰っていくの。かっこよかった。サラもだよ。いや、そう変わんないよ。いや、そうだけど、あの、やっぱ、サーヤ。サーヤ。じゃあ似てる。わかるよ、でも。例えば、テラヒナと友達だとするじゃん。うん。友達だとして、家に帰って、サランチで遊ぼうってなった時に、うん、サーヤ、お兄ちゃんいたらどうする？一目惚れでしょ？まあ、確かにね。そうでしょ？っていうことで、サーヤ、お願いします。あと、ありがとうございます。もうね、エピソードまで考えちゃって。じゃ次、お姉ちゃん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、マジで。お姉ちゃん。迷うな。オッケー。お姉ちゃん。お姉ちゃんか。いきます。はい。せーの。お疲れ様。あー、そこで、ですね。うん。え、逆にサラとは逆じゃないかもしれないけど、あの、あんな、美人なお姉ちゃんと一緒に買い物して。確かに。お姉ちゃんでもいいんですよね、さ、うん、確かに。あ、みはるさんだって。確かに、みはるさん。お姉ちゃん見たらもう、たぶん、ほら、うん、部屋の。ね、室内に雲がありそう。あの、ふわふわの。がありそう。かわいいよね。やっぱ可愛いね、お姉ちゃん。いいですよね。ななみとかはなんか世話を焼いてくれそうだから。
でも斜めお兄ちゃんでもいいかも、私たち。わかる。上に欲しい。うん。上に欲しいなって思って。なんか、もう友達来た設定で全部話してんだけど、うん、友達来たらお茶とか出してくれそうじゃん。ななみ？うん。嘘。絶対出してくれるじゃん。うん。で、なんか、メイクとかも教えてくれそうだし、服もくれる。うん、一緒に遊ぶ。そうね、ななみ。だどうする？だってさ、今の時点でいくと、うん、私の想定は、お兄ちゃんさあや、お姉ちゃんななみ、私、なわけですよ、うん、どうします？こんな両端にこんな持ってたらやばくないですか？まあそういうことですね。だってテラピはもうサラを両端に1人目に置いてるわけですよ、うん、っていうことですね。ありがとうございます。サラはほんと一回男になった方がいいよ。わかる。絶対なってくる。みんな、うん、なってくる。やばい。単発にしようか。サラは本当に男がいいと思う。わかる。一回やり直してくる。うん、人生ちょっとかかるなってか。はい、次。妹。むずくないですか？いや、むずい。いや、てか、普通にさ、年下面だからさ、妹選ぶのむずい。必然的に同い年か、年上を妹に選ぶことなんですよね。選ぶことになるんです。どうしましょう。青も使ってるからもうはるかしかいないんだよね。確かに。じゃあ、いきますね。妹だよね。いない。どうしよう。自分が妹でいいんだけど。あ、確かに。私はいます。絶対いないんだけど。待って、二人候補がいるんですけども。誰だろう。妹、弟、今、私はちゃんと、もう、考えました。誰がいるかな？うん、めっちゃ、あおちゃん、本庁、ぴーちゃん、あおちゃん、みはるさま。やひだ。あおちゃん。いや、私も、やひや入ってますね。じゃあ、妹。うん。せーの、はるか。やひ。やひだ。弟も、弟も。弟も？いいよ。せーの、ヤヒ。ユナコ。あー、やべえ弟だな、絶対ユナコ。私はもうこの構成で頑張っていきたいと思います。うん、頑張ってください。はい、もう多分ね、もう最高にね、うるさい音で頑張っていこうと思います。なんかヤヒは弟っぽい。やんちゃっぽいから。うん、でもヤヒはそうだよね。ヤヒは彼氏にしたいかもしれない。いや、嘘でしょ。いやー、やだ。うん、うるさそう。いや、うるさくないよ絶対ヤヒ。え、なんか、うん、ヤヒはちょっと携帯損傷だから、あの、嫌だ。ああ、それはわかる。いけないもん。ヤヒは真面目の、マジで携帯依存症だと思うから。依存症だよね。うん、多分、絶対依存症なんですよ。なんかさ、この前さ、携帯見すぎてなんかやってたよね。首だけ。なんか携帯見すぎて、なんか腕痛くなる。あ、ね、わかる。そんなことさ、どうやって見てたの携帯。なんかね、調べたら携帯の使いすぎだったみたいな。ね、やばいよ。うん。結構やばいよね。だから、ちょっと、携帯依存症の人とは付き合いたくないなって思う。確かにね。いい、見てていいんだけど、一緒にいるときぐらいはね。うん、わかる。携帯嫌だよ。わあ、挑戦者だ。なって。ナータン弟にしてて、マナ。それはやばい。やばいぞ。うん。絶対舐められる。うん。おい、兄ちゃん。おいってなっちゃうんで。お姉ちゃん。やばいやばい。ナータンはもう、毎日が、あの、ハッピーライフというか、ハプニングエブリデイって感じ。うん、わかる。いや、確かに。はるか妹だったら、絶対に喧嘩するから、はるかがいいなって思いました。まあね、でも大変そうだけど、喧嘩弱そう、はるかは。え、そうなの。だから、うん、あの、妹にしたい。それはわかる。うん、だって、あおちゃんはなんか論破されそうじゃん。うん、めっちゃわかる。迷ったの。
だけ、うん、ケンに勝てる子たちを後ろに下に置いてるんです私は。はるかとヤヒ絶対に負けないもん。確かにね。うん、だってヤヒはあの言葉が弱いでしょ、うん、そう、あのはるかは普通に勝てそうだから勝ちます。だって今まではあ、まあ、テラピア長女だからな。うん、確かに勝ったかもしれないけど私はね家では負けてきたんで、あの勝ちに行きたいと思います。それはねお兄ちゃんだからでしょ。そうです。なのでそうです、私は絶対に妹と弟が欲しい理由は、うん、喧嘩で勝ちたいからです。いやそれが勝てないんだよ。勝てないんですか。うん、向こうにはママがいるから。はい、私にもママがいます。勝てなかったの。はい、あのじゃあこうやって勝ちたいわけじゃん。卑怯じゃんママ。これで勝ちたいの。はい、卑怯じゃんママを使うのって普通に、うん、そう思いますよね長女さん。うん、思います。卑怯じゃん、うん、普通にね。卑怯だけどでもそれで、うん、それでしか勝てないわけじゃん。真っ向勝負をして勝ちたいわけじゃん、うん、口とかなんでやらないなとか、うん、もうさ、もうこうやってもうボンってやられたりしたらさ、うん、負けちゃうじゃん、うん、それが嫌なだ。真っ向勝負、どうでもいい、どうでもいい、かなりどうでもいい。真っ向勝負して勝ちたいから、うん、っていうことですね。勝たせてください。まあ勝っても負けてもどっちでもいいんだけどね。よくないよ。そうですよね、よくないんだ。末っ子の方いらっしゃいますか。もう末っ子募集中です。え、いないみたい。 いないんだ。みんなそんなお兄ちゃんお姉ちゃんなんだ。はは、うん、素手だって素手で勝ちた。どっちがいいんだろうね。お兄ちゃんとかの方が得すんのかな。上の方が得すんのかな。上の方が得も多いかもしれません。だってねお小遣い多いもん。それは年齢やん。私たちは1万円を超えないの。嬉しいよ、お小遣いもらえるとかって。うん、だけどさ、なんか私、お兄ちゃんがその私の今の年齢だったときは、うん、もうちょっともらってて。マジ？私逆だわ。え？今、妹小6で、私お小遣いもらってなかったけど、今もらってるもん。そういう場合もありますよ。本当だよね。超なんだ。で、つい最近まで1500円だったからね。すごいね。高2になってあげてもらった。いいね。見て、長女と長男多いよ。成功と次男です。長女です。長女と長男ばっかりや。喧嘩に。あ、見て、オセロで勝てなくて泣いたの覚えてる。でもさ、長女とかってどうなの、うん、泣いてるの見てさ、どう思うの、うん、わ、鬱陶しいなって思う。え、何歳かによらない。いやもうほんと5歳とかわかんない。5歳とかで泣いたら、え、そんな経験ないかも。泣かなかった。じゃあ妹が泣いてる時で、妹がでしょ。妹が泣かなかった。そんな負けてももう一回もう一回っていうだけで、そのもう一回が飽きたら私は負ける。すごいお姉ちゃんがいらっしゃいました。わかる、わかります。妹ちゃんの気持ちとってもわかります。私が勝ったらやめたいんですよね。わ、うん、かります。自分が勝ったらやめたい。私が勝つまでこのゲームを続けなさいって思うんですよ。だからめんどくなったら負ける。確かに。それだったらまだ遊びたかったらずっと勝ってる。ああ、そうなんだ。まだ遊びたかった。いや、わかってるわけないのに本当に挑み続けるから、うん、そういうこと。そうなんだよ、勝てるわけない。ちっちゃい頃のさ、何歳差だっけ。6。いや、6歳差はでかいね。うん、ちっちゃい頃の6歳差とかもう2歳差とか1歳差でも違うじゃん、うん、だから勝てるわけないよ。だけど一生懸命挑み続けていました。ハートありがとうございます。やばいね、大丈夫かい。いや本当にだからね、どうなんだろう。え、待って、これっていつまでやるの。どうする。私いつまででもいいよ。え、サロンなんだけどさ、なんか今日からさ、出勤しなくて、うん、そうそう、だから別に。なんかで、なんか1時間とか申請しちゃったら、もうそれ以外できないんですよ。
長々やろうぜ。分かった。じゃあ今から兄弟の特徴調べるね。兄弟のどこのどういうこと。兄弟性格診断で。なんて成功はなんとかとか。ん、ね、さっきからちょっと電波悪いよね。うん、めっちゃ電波悪いんだみんなこんにちは。みんなの、でも長男が多かった。私のルームはとっても。でも末っ子もいました。次男もいた。間っ子ってことかな。一人っ子あんまいなかったの。確かに。え、同級生ね。いなかった。サラもあんまり、ね、一人ぐらいしかいなかった。一人っ子の人。わかる。あんまりいなかったイメージでした。うん、テロップ変えようぜ。いいよ。絶対いっぱい来てもらえるテロップにしよう。うん。なるほど。テロップで変わんないよ、絶対。え、変わるよ。前髪パッツン好きな人集まれ。やばいわ、そんな人いない。前髪みたいな。どうしよう。黒髪少女みたいな感じにしようか。ダメです。むず、変えるのはやめたい。僕そんな書いたことない。え、なんで？いやー、待って待って、すごい見て。サラちゃん推しは長男長女が多い。サラちゃん推しは、間違えた、3人兄弟の長男だ。長男か。みんなは何？いい、あ、長男だ。本男にはなりたいっていうか、性別変えちゃった。長女になりたい。長女なんだけど。私お兄ちゃんが欲しかった。お兄ちゃんが欲しかったの。うん、私は弟か妹が欲しかったよ。それ、いや、私弟は いらないと思う。マジ？妹だったら妹がいい。いや、妹も欲しいんだけど、どっちも欲しかった。妹はなんか同じ同性の人がいる家にいいなって思います。でも私の妹でよかったかも。いや、そう言ってもらえる妹、幸せ者で。え、多分なんか今妹結構でかくない？6歳違いって。うん、でかい。大きいね。だって小学校は被らないからね。そう、すごいよそれ。え、見て見て見て、長男長女の基本的な性格の特徴。うん。長男長女は最初に生まれた子供のため、親も初めて育児をするから期待をかけやすく、できるだけ理想通りに育てようとしてきます。だってそんな親怪物みたいに育てようとしてきます。その期待と責任感や強さの他に、責任感の強さのや他の兄弟に対するリーダーシップも強く発揮するでしょう。一方、親にレールを敷かれているため応用が効かない。下の兄弟に手一杯の親の姿を見てきたら甘えたり泣いたりするのが一番苦手な一面のある特徴を持っています。だって、え、悲しい。え、悲しいね。わかる。本当にね、上って損しかないんだよ。いや、ありません、そんなことない。植えて損しかないよね。だって長男長女の皆さん、みんなの辛さを知らなくてごめんなさい。本当にかわいそう。あ、でもまあ確かにお金かけ、まあ最初だね。その最初だからね。うん、それは確かにそう。うん、確かにね。長男得だって、得らしいよ。何が？何が得でした？全然得じゃないよね。まあ得なところもあるけどね。服とかさ、お下がりなんてもらったことないし。確かに、うん、お下がり関係はもう言わせてほしいですね、こっちが。うん、だ、体操着とかそうでしょ、学校の、うん、しかもお兄ちゃんなわけじゃん。どんな破天荒をしてたかわからないじゃん。確かにね。どこで転んでこんな穴開けたの何を着ててこんな色なんだこの体操着はみたいな。男だとね。うん、うわーこれ着んのかみたいな感じ。あと何、中学生とかさ、うん、カバンとか。あ、でもそれに関しては私の妹、私と違う学校だから、小学校も中学校も。あ、そうなの。だからそれは全くないかも。あ、そうなんだ。なんか服のお下がりとかあるけどね。
あ、女同士だから。あ、女だと確かに多いかもな、うん、確かに服か、うん、服だよね。確かになかったな。見て見て、恋愛傾向だって。さっきが恋愛話好きなんで、そら、うん、寺田の恋愛話探る隊なんで。長男長女は恋愛に対しても真面目で、うん、一途に好きになった人を愛するようになるでしょう。そうなんだ。確かに。もしも浮気、間違えた、もしも相手に浮気などされたら立ち直れないほどショックを受けてしまうこと、うん、また真面目で何とかが効かない一面もあるので、相手と意見がぶつかって喧嘩になってしまう場合もあるでしょう。それはないな。自立心が甘え、間違えた、自立心が強いため甘えるのが苦手で、どちらかといえば自分に甘えてくるタイプの相性といい、相性のいい傾向にありますよ、だって、うん、イエーイ、長男長女イエーイ、真面目イエーイ、真面目なんかな、すごい。だから浮気されたら立ち直れないんだよ。いや、そりゃそうでしょ、誰でも。そうだよね、うん、分かんない。でもなんか意見合わなくても私が折れると思う、めんどくさいから。そんな言い合いとかめんどいから。確かに、うん、テラピー言い合いしてるとこ見たことないです、うん、もうじゃあいいよそれでって。いや、一回は言うよ、例えばなんか意見が合わなくて、これこうじゃないって言っても向こうが折れなかったら、あ、もうこの人何回言ってもダメなんだなって思って、もうそれでいいよってなる。もう飽きられてんだ、それは。もう飽きられてます。だってわかるじゃん、絶対意見変えない人って。うん、まあ確かにね。そう、あ、じゃあこれでいいよみたいな。あ、サラ立ち直れたって浮気されて。すごいね。サラちゃんにガチ恋だもん。え、でも私も立ち直れるかもしれない。なんでだよ。だってさ、別にそういう人は、じゃあそういう人だったんだな、バイバイってならない。あ、もう。よか、長く続かなくてよかったって思うかも。ああ、確かに。こういうこともあるんだ。うん。早くそういう 裏が見えて。ああ、もう先に向かってよかったみたいな感じ。うん、だってそんなんでさ、結婚しちゃったらもう最悪だよ。確かに。それはそうだね。もうそれは後まで、うん。よかったって思う。できないからか。はい、ということで、末っ子の特徴を発表していきたいと思います。はい。妹のことを考えながら、生きてください。生きてください。末っ子は両親のか姉世代、兄や姉たちと、家族の中にある程度、人数が揃ってる中で成長していきます。あ、そういうことね。うん。増えないってことだ。結構だから。うん。生きていく中でお手本になる存在がたくさんあるので、周りに対する観察力が本当に身を導き、広い視野を持つ性格になるでしょう。さらに、親には一番小さな存在ということで可愛がられ、兄弟からも面倒を見られることが多いため、甘え上手な性格も持ち合わせていますよ。うん。なんで？え？サラだね。いや、サラもこの文章、サラかな。サラかな。いや、違うんですよ。確かに、お手本がめっちゃあるのはわかる。うん。だって、絶対負けたくないって思うもんね。勝てないのに、兄や姉とか。あ、思うんだ。いや、思うでしょ。思いません？だってさ、何でもできるわけじゃん。自分たちからしてみたら、姉や兄、うん、もうちっちゃなことでもよ、うん、あのガム噛んでて、うん、もう風船ガムをできることも完璧に見えるの。わかる。わかるわかる。わかるでしょ、うん、口笛が吹けたりとか、寄り目ができたりとか、うん、なんかもうよくわからんけど、すべて完璧に見えるから、それを全部したいって思うんだよね。うんうん、どうでした？妹さん、あとまあ勝ちたいとかね。でも私はそうやって真似されるのがすごい嫌だった。いや、兄弟やん。兄弟やんけ。許してくれ。私じゃ妹にかだけじゃないの、これ私人に真似されるのがすごい嫌なの。それはなんかあったじゃん、小学校の頃さ、筆箱真似されたりしたら本当に嫌だった。あ、そういう子いたよねっていう話は置いといて。真似されるってめっちゃ嬉しいことじゃない？まあ、今思ったらね。昔は嫌だった。まあ確かにね。うん、自分のこと、自分がもう一人いるから。うん。今は全然そんなことないけど。
確かに。いや、確かにな。親には一番小さな存在って可愛がられる。それだよね、本当に。え、でも、違う。私のはよくわかる、うん。自転車でどこにも行けなかったの。どういうこと？危ないからって。小学校6年生の時だよ。本当に？行かせてくれよって思ってました。どこで事故に遭うか分からない、うん、分かるんだよ、分かるよ、うん、でも兄はさ、もう小学校2年生とか1年生、うん、小学校入ったらもう、うん、いろんなところに自転車でブーン。いや、でもなんか多分それは多分末っ子あるんで、親から見たら、うん、本当に3歳で止まってるの、小6でも。今妹も小6だけど、マジで多分本当に親の目線では3歳とか5歳で止まってんだと思う。え、いや、そうだよね。そう、本当にそう。え、今でもれてやべ。それはね、マジで。でも、1人で、うん、その一人でさ、何、新潟とか、うん、新潟市に行ったりとか、うん、その他の県とかにメンバーとか行ったりとかするようになって、うん、もう全部許されたみたいな感じ。いやー、それはわかるな。いや、やばいよね。だって、うん、私が見ててもわかる、マジで。姉とかはさ、誰でも、どこにでも行くやん、友達とかと。いや、どこにでも行くっていうか、わかん、私が6歳離れてるからかわかんないけど。ああ、確かに。妹が生まれた時は6年、小、6歳なわけじゃん。うん。でもみんな妹に手かけるから、私は小、6年生、6歳から、何でも自分でやったから。ああ、確かに。そう。で、そう考えると、マジで、めっちゃ過保護されてんなって思う。まあ確かに、過保護なのか。だってさ、もう治ったけど、つい最近まで風呂上がり髪の毛自分で拭けなかったからね、私の妹。素晴らしいよね。小学校6年生ぐらいまで、うん、ママにパンツとシャツとかを着せてもらってた。うん、なんかわかんないけど。だそういうことだよね。え、意味わかんないよね、今考えたら。そうそう。意味わかんないんだけど、なんか全部、なんか、その赤ちゃん扱いされてるのかわかんない。うん、なんかだ親もさ、ね、そうやっちゃうからね。うん。だって、サラのお兄ちゃんって絶対そんなの自分でやったじゃん。そう、サラのお兄ちゃん3つ離れてんのね。うん。だからね、うん、ママの話よく聞くのは、うん、3歳で1人のお風呂に入ってたよってすごい聞かされてたの、お兄ちゃんが。あ、でも、言ってくれるんだ、そういうの。そう。だけど、まあ別にそれは、あの、響いてなかったんだけど、自分のこと。だから私はずっとママと、結構、うん、こう、ぐらいまで、その何、うん、あのずっとお風呂に入ってたの、ずっと洗ってもらってて、うん、みたいな。だけど、あ、3歳で一人に風呂に入るってすごいなと思って。3歳すごいね。すごくないですか？3歳ってどんな感じ？初めて一人で入る挑戦をして、うん、目の中に洗剤とかバッて入って、うん、泣いて、ってなった記憶があるの、まだ。だからお姉ちゃんお兄ちゃんってすごいなって思ったんで、テラピーのことをしたいと思います。まあでもそう考えると私は6歳差だから逆にあれかもね。大きいよね。6歳までは割と親に構ってもらったから。確かに3歳差、うん、もう1歳差とかのこと育てられるのか。1歳差とか1歳。でもまあ確かに3歳差が一番あれかもね。ね、微妙なところ。1歳差だったらもう1歳も2歳ももうね、一緒に行くぞみたいな感じになる、うんうん。いや、分からんけど、育てたことないから。響こうだって。心にはまだ響かなかった、その時は。小学校1年生。すごいね、ほんとに。で、この基本的な性格の恋愛傾向。イエーイ。まだやってたんだ、それ。そうだよ。はい、性格の恋愛傾向は、実は上の兄弟とどのような関係を築いたかによって異なるって。じゃあ妹も異なるんじゃん。うん、まあそういうこと。兄や姉を尊敬したら、仲良く育ってきたなら、兄や姉のような頼れる年上の人を恋愛の相手として求めるでしょうし、逆なら年上には目を向けないようになるだって。ああそういうことね。やばいね。ただし常に下の立場であったため、自分がリードするお手本になったことが苦手。つまり年下は恋愛相手としては見られない傾向になるようだって。じゃあ年上がいいんだ。そんなことない。わかんないけど、今の年下ってもうね。
中学校になっちゃうから、それは自分が25とかに、の話です、うん、確かにね。だって難しいですからね。なんか学生時代にさ、普通にさ、先輩とさ、今も学生だけどさ、うん、先輩とかとさ、付き合ってる人、マジで、どういうことって思ってたの、ね、すごいよねって思ってた。なんか中学校1年生の時に中3の子と付き合ってる人がいたりとか、そうなんか度胸がすごいなって思って、ね、先輩もいるわけじゃん部活の、ね、部活だってだって女子としか、うん、男子なんとか女子なんとか部じゃん、うん、でも一番私びっくりしたのが、私の友達がなんか先輩と付き合ってたことがあるんだけど、うんうん、それがなんか自分のお兄ちゃんの友達みたいな、なんかそれでさ、よくなんかお兄ちゃんの友達がよく遊びに来てたから、それでみたいな、そんなことあるって思って、なんか嫌じゃない？いや、なんかお兄ちゃんからしてどうなのって思う。ああ確かにね。なんかさ、バレてんのかわかんないけどね、お兄ちゃんに。だって普通に考えてさ、なんか女の兄弟だったらさ、うん、友達何違うかもしれない。うん、友達って例えばサラの友達がお兄ちゃんと付き合ってたかもしれないみたいな感じのこともあるわけじゃん、うん、それ気まずって思う、ね、確かにすごいって思って、確かにそれはやばいよね、なんか気まずくなっ家とかに来たらえねみたいな嫌だよね、いやでも別にこっちは気まずいって思う。上はどうなんだろう。確かにそれは気まずい。はい。うん、で確かにサラは年下はないかもしれない。確かに年下どうなんだろう。なんかわかんないけど、せめて一つ。いや私のめちゃめちゃ偏見だけど、女の方が年上っていうのが私の中ではめちゃめちゃ考えられない。マジで？うん。なんかいるじゃん。え普通にいるじゃん結構。女の方が年上でみたいな、普通に私のさ身内とかでも多いけどさ、うん、いるよ、ね、奥さんの方が年上みたいな、結構めちゃめちゃ考えられないんだよね、マジ。そういやなんか女の人ってさ分かんないけど憧れって感じなのもあるんじゃない、どうなんだろう、憧れの人、まあ、年上の人じゃん、うん、自分より人生を多く生きてきた人だから、うんっていうのもあるね。いや、わかんないけど。でも学生だからだろうね、まだ。そうだよね、学生だから。年上感すごいもん。年下感すごい。うん、サラもどっちかって言ったら年上がいいです。そうだよね。マジでなんか、なんだ、私のおばあちゃんがそうなのよ。そう、おばあちゃんの方が年上で、なんでだろうって思って。おばあちゃんとおじいちゃんのあれそめとみたいなね。わかんないか。なんかさ、わかんないじゃん。うん。え、なんか、どういう感じなのかなみたいな。でも、ママとパパとか聞いたことある、普通に。ママとパパはわかんない。わかんないの？でも、聞いても別に、うーんってなるじゃん。別になんか、あーそうなんだってなるけど、おばあちゃんとおじいちゃんなんか、うん、あーそうなんだそうなの、そうなの一緒に子育てしてきたんだね。そういうことですよ、ね、確かに好きになったら年齢は関係ない、ガチでそうだと思う、サラは分かんない、サラ年下がタイプ、年上がタイプって、今は絶対さ年上ってなると思うけどさ、うん、もしも自分が30歳とかになった場合、まあ、それは話が変わるよね、うん、それが話は変わるじゃん、うん、てか同い年がいいマジ、うん、なんもう何でもいい、なんでもよくない、なんでもよくない、長女だと年下と付き合うのありえないって、なんて、長女だと年下と付き合うのありえないって思う、確かにね、年下、うん、ああそうなの、なのかな、うん、私はだから年下考えたことなかった、あそっか、お仕事をするために全てリセットしました、え何をリセットしたのかな、ドキドキはい、次は何、なんか読んでよ、コメント、こんばんは、あ、こんばんは、じゃ今のさ、会話に対してのさ
わらとかなんだよね。なんか、ほんとね、お互い好意を持ったら成立するのが恋愛。すごい名言だ。名言だね。そういうのは素晴らしい。こんばんは、わらってついてる。こんばんは、らは。で、こんばんはにわらがついたらどういうさ、感じだと思う、うん、こんばんは。でも私も、わかる。でも私もわらつけないとさ、怒ってるって思われちゃうかなって思って、いつも。何でもわらつけちゃう。笑ってないのに。そう、何でもわらつけてる、テラピー。うん。こんばんは。どういう感じかな。難しいよね、LINE って。やばいやばい、見て見て。こんばんは、わら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 だって。せーの。こんばんは、ははは。結婚の条件は、優しい。結婚ね、結婚なんて考えたことないから、わからない。いや、それな。この年齢で考えてる人いない？いや、結婚したい。ん？結婚したいって思う？え、思うっしょ。あ、思うんだ。え、思わないの？思わない。ね、さらそういう人だよね。うん。ね、チェノ。どっちでも、なんか結婚したくないってわけでもないし、結婚したいですってわけでもない。え、でも、私は、あれしたい。普通に、あの、女の子と、二人でなんかシェアハウスとかして暮らしたい。え、わかる。うん。シェアハウスしたい。てか女の子と結婚したい、なんなら。なんで？で楽しそうじゃん。まあ確かに、なんか大人とかで住に住みたい。うん、わかる。さらに恋。田舎で暮らしたい。新潟も田舎なんだけどさ。わかった。そうだよね。うん、マミーはどういう相手なら許してくれるのよ、だって。なんかもう、スーツマンみたいな。マジ？嘘だよ。でもめっちゃ言われる、パパとかママに。何？ご飯の食べ方。あー、それしか見ない、みたいな。確かに。ご飯の食べ方って、自分が綺麗じゃないからな。それっすね。確かに、自分が綺麗じゃないからな。イケメンって言われるな、それは。なのかな。これ何？これ箸。あと、家に帰ってこない人は嫌だ。そんな人いる？え、なんか、今日飲み会とかは、あ、マジでってなる。嫌だね。なんか、わかるよ。お酒いっぱい飲む人、あんま好きじゃない。え、いや、飲んでもいいんだけど。私が飲んだことないから分かんないけどね。ガチで帰ってこいよってなる。だからマジで結婚したら怖いくなるかもしれない。うん、うん、だと思うよ。怒りそう。うん。早く帰ってこいよってから。言いそう。分かる。分かる。怖い、だから。でも私一回一人暮らししたいから。え、サロンしてみたい。一人で悠々と過ごしてみたい。困りそう。そう、長くできないかな。半年ぐらいでいいかな。半年？半年？それすごい。半年ぐらい一人暮らしやってみて。あー、で大変だなって思って家に帰って。うん、帰る。サラちゃんはとりあえず料理をだって。やべ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 。料理は、あの、料理できる人。募集中。わかる。でも料理いいよね。うん、でも料理得意といいと思う。女も男、うん、そう、自分がなんか毎回料理したくない。普通に分担したい。ああ、なんかさ、友達のさ家でなんかお母さんもお父さんもどっちも働いてんだけど、うん、料理は絶対お父さんなのさ。え、すごい、いいなって思って。いいね。ね。逆なんよ。だから料理がお父さんで、お母さん。洗濯とかがお母さんみたい。あ、確かに分担いいね。うん。なんで今、結婚の分担話。すごいいいなと思って。私は掃除するから、みたいな。うん。だってお母さんって大変じゃん。確かに。いろいろやんないといけない。それで料理やってくれるっても。すごいいいじゃんって思って。ママに似るって。
自分の、うん、じゃあめっちゃ焦るテラピえ、私テラピめっちゃ可愛いよ。何か、いつもキャピキャピしてる感じ。習ってキャピキャピしてしてるかも。してる。でもテラピがそうなら考えたら絶対ならんと思うけど、うん、そうなんよ。ならないと思うけど、めっちゃキャピキャピしてんの。そう、ママってどっちかというとマジでぶりっこ系なんよ。わかる？わかるでしょ？わからない。ぶりっこだったわけじゃないんだけど、うん、そういう系じゃない？天然。え、そう、天然な、なんか、代々天然なんよ。私だけ天然じゃないの。確かに。私のおばあちゃんとかめっちゃ天然なの。マジ？そう、なんかボケたとかじゃなくてマジの天然なんさ。かわいいじゃん。本当の天然なの。もうね、びっくりするぐらい天然なんさ。え、かわいいじゃん。絶対モテるじゃん。ママも天然だし。うん、確かに。でもテラピーもテンションが違うだけでしょ。うん、テンションは違うよね、テラピーと、うん、テラピーも、うん。うん。テンション高いよ、ママ。抜けてるよ、テラピー。何が？天然が絶対に入ってる。うん、私は天然じゃないでしょ。いや、あのね、入ってるんよ。入ってるんだ。天然気質入ってるんよ。入ってるんだ。うん。だけど、ちょっと、うん、なんだっけ、お母さんとかと。そうね。入ってないことはないんだろうね、うん、この家系だから。いや、本当に入ってないわけないんですよ。うん、マジで一回ばあちゃんに会ってほしい。マジで天然なんさ。私も出会ったことない天然なの。本当にマジでも天然の人ってなかなか出会ったことないからわからない、うん、私多分一番いろんなんかはるかとかを見てきたけど、うん、おばあちゃんが一番天然。マジでかわいいやん、うん、なんかさわかんないよね。なんか普通にさその天然とかさ同級生とかにはいたけどさ、うんうん、その自分ってさ自分のお母さんとかおばあちゃんとかさ、うんうん、だからさ人んちのお母さんとかさ、うんがなんかすごい不思議に感じるときがある。ふとマジで、うん、友達ん家とかに行ってさお母さん像って自分のお母さんなわけじゃん。あうん、そんなことないわ。あ、そうなんだ、うん、え、マジでそんなことないんだけど、うん、だってさママが泣いてるところとか見たことないし、おばあちゃんが泣いてるところ見たことないよね、はい、うん、確かに。え、泣いてるとこ見たことある？なんか卒業とかでもないよ。いつになったら、うん、あ、泣いてるとこ見たことあった、ママの。あるんだ。うん、なんか映画見て泣いてた。それは違くないか。感動してました。一日だけ家族交換できるとしたらどのメンバーと交換してみたい？じゃあテラピーで。いや、そんなメンバーの親知らないんだよね。たらもう分かんない。テラピーの親と、うん、でもヤヒのパパおもろかったな。え、ヤヒのパパやばい。やばいよね。か、なんか面白いね。かわいいよね。うん、あの人間っていうか、そういう。なんか、マジでさ、一番面白かったのさ、うん、まだ私、一回しか会ったことないけどさ、うん、ちっちゃいもんでいたじゃん、お米。うん。で、みんなご飯食べると静かになるじゃん。ちっちゃいもんって、うん。それはだから、普通だから、こっちからしたら無言で食べるの普通なんだけどさ、うん、覚えてる？なんかヤヒのパパがそれを珍しく思ったのか、うん、会話がないって思って頑張って喋ってるのが本当に可愛かった。本当に面白い。それでさヤヒがさうるさいみたいなこと言ったら言ったらなんかいやなんか話題がないかなって思って可愛い。本当になんかヤヒってなんかメンバーというとすごいなんか、うん、もううるさいっていう、うん、なんてうるさいっていうかもう明るいうん、キャピキャピしてるっていう感じの部類に入るんだけど、うん、パパといるときは本当に静かなの。本当に静かなんかもうパパもううるさいね、もううるさいうるさいみたいな感じなの、うん、だから本当にそのヤヒを見れるのが新鮮すぎて、うん、でもパパのこと大好きだよねヤヒ。絶対大好き。てかパパも大好きだから、うん、バラありがとうございます。そう本当におもろいのマジで、うん、あの1回でいいから NGT 劇場で一人喋りしてほしい。
ヤヒのパパに。わかる。みんなファンじゃない？だからもう。本当に面白い。だからなんか、パパに似てないでしょみたいな。ヤヒが言うの。よく。でもメンバーでいる。ありがとうございます。マジでヤヒのパパの家についてるなって思う。うん、わかる。本当に面白い。でもヤヒのパパの方が強烈だけど。うん。まあ、ガチの長岡弁だよね。うん。すごいね、あれは。本当に新潟弁の、あの、なんか教科書みたいな新潟弁。うん。方言を使ってらっしゃるんですよ。うん。結構わからないよね。結構わからない。あおちゃん、混乱中だったもんね。うん。何何しかもさ、座ってご飯を食べたじゃん。うん。その時にさ、普通だったらさ、自分のパパとかママとかの隣ってさ、うん、あの自分の娘とか子供が座る人もさ、うん、一番遠いところにヤヒが来るわかる。そんなさら隣で、わかる、思った。私も目の前ヤヒのパパだと思う。そんなことある。周り違う子供で産めるんだ。わかる。ええ意味でヤヒ普通隣じゃねえんだ、ね、それもめっちゃおもろかったけど、ガーガー言うな、ガーガー言いますね、なんかガーガー弁の意味を初めて知った、うん、本当にガーガー弁なんだなって思った、なんとかガーみたいな、うん、なんとかガーみたいな、もっと食えろみたいな、なんとかだってなんとか、そう本当にね、本当に面白かった、お父さんっていうよりもお父ちゃんみたいな、父ちゃん父ちゃんって感じ、え、わかるかも、父ちゃんって感じするわ、うん、いや本当に面白いよね、ヤヒの面白い、マジで面白い、そうだし、なんかヤヒから出るパパエピソードが怖いんですよ、え、ね、なんかね、しょっちゅう話してるよね、ヤヒコちゃんはガーガー言う、ヤヒコちゃんは言います、パパほど、パパの 10% ぐらいのガーガーを言いますね、うん、あ、でもたまにわかんないことあるよね、うん、えっていう時があるんですけど、うん、それ以外は大丈夫です。大丈夫です。ヤヒのパパエピソードはマジでね、あの飽きないけど、うん、本当に面白い。メンバーのパパって本当にパパママって。面白いよね。あと、ユウのパパとかも、ママとか。あ、ユウのパパも面白かったね。やっぱ、一回しか会ったことないけど、一回かな。まあ、ユウのパパも、長岡弁。うん。すごかった。ユウ、確かにね。ユウのおじい、泊まり行ったよね。行った行った。その時、一回だけ私。あ、そうか。6人で泊まったやん、一回。そう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 。本当にね、まず広いんよ。広い。本当に広い。なんか合宿所かと思った。うん、サラも思った。あ、物が少ない。え、そう。いや、物が少ないっていうか、あんな広い部屋持ってんのに、なんで、ベッドしかないの。そうそうそう。なんでそんなものないってぐらいの。なんかもっと置けばいいじゃん。いろんなの。ね、なんか多分そういうものがない人なんだなって思う。え、でもなすりなの。いやもう本当感覚的には体育館でっかい小学校ぐらいの体育館にベッドが一個置いてある感覚。そうそうそう。マジでそんな感じ。うん、本当にすっくないの。すっからかん。から本当にすっからかんなの、うん。よく。物な、でもいいなって思う。さらめっちゃ物多い、人形、人形じゃねえ、人間だけ、ね、物多いと、なんかさ、場所があったら冷たくなっちゃうタイプ、ね、うん、わかるわかる、何でも置いちゃうと思う、そう、なんかこう、なんか場所、端に場所があったら、あ、ここに、なんか物置いちゃおうとか思っちゃう、うん、めっちゃいろんなの飾っちゃうと思う、そう、だからね、羨ましいね、ガチで羨ましいです、で今こんな狭い自分の部屋でもめっちゃいろいろ飾ってるもん、私、え、わかる、でもなんか狭い方、狭い方がっていうか物あった方が逆に安心するけど、あ、それはわかる、私も、そうだから物は詰めちゃうかもしれませんめっちゃ詰めちゃう、でも片付いてないわけじゃないの、うん、ただ、あ、そうそう、私もなんか収納しちゃうの、だからそういう収納系の棚増えちゃいそう、そうなの、わかる、なんか物が見えてるの私嫌だから、全部隠すけど、閉じるやつ、うん、わかる、めっちゃわかる、でしたそのなんかグッズとかがさ増えてきてさ、うん、グッズを収納するものも欲しくなるじゃん、そのなんかいろんなところの NGT グッズを置きたくなくて、うん、あの、あ、
ここなんか普通の服、普通の服、NGT の服、普通の服ってなりたくなくて、なんかね、グッズやばいんだよね。セーターのさとかさ、そういう周年の T シャツでさ、1個棚使ってるから、ね、私。え、そうそうそう。でもそれが気持ちいいの。あ、逆に。もうなんかさ、多すぎてわけわかんないんだよね。まあ確かにね。なんかさ、使うわけでもないじゃん。でも記念じゃん。ええ、次。レッスン着困ってるから、なんかおしゃれジャージとか欲しい。まあ、そういうことね。あ、もう声何も聞こえなくなったね。あ、聞こえた。セーターティーとか着ないじゃん、自分の。着るじゃん。青ぐらいでは着るの。たらもたまに着る。嘘、着てる？あ、でも。着てはいかない。着てたね、去年の。あの、白い方。そう。そうそうそう。一番最初にね、帰った生誕生は緑のやつで、ちょっと結構外で着れないって。ファンの皆さんの気持ちが分かる。ね、分かる。でもその時は、渾身の、15歳が考えた渾身の生誕と、全然着れない。なんか劇場でさ、ファンの人が着てて見つけやすいっていうのをさ、撮るかさ、計測シンプルなのっていうのを撮るか。確かに。迷うよね、毎回。いや、マジで、あの、シンプルで、シンプルかつ見つけやすいのが一番だなって、うん。その頭をひねるのがすごい楽しい。だしさ、自分がさ、うん、あのデザインとかした、うん、服が売れるっていうか、販売されるって、うん、普通に、不思議。キモかった、今の。うん、キモかった。何言うのかと思った。やばい、うちは来ますよ。ちょっと着るように考えてないでしょ。だってバレたバレた。でも最近のは考えてる、ちゃんと。うん、確かにね。でも生誕地って後ろがすごく。いや、そうなんだよね。なんかさ、後ろがなければさ、全然私もさ、着るんだよ。確かに。なんかさ、後ろあるとちょっとさ。そうだよね。普通に歩けはしない。確かに。なんか羽織っていってる、いつも。そうだよね、うん、前には問題ないんだけどさ、後ろ結構さ、うん、もう特徴的じゃん。確かに。セタンティーって分かっちゃう。48グループが好きな人ならみんな分かっちゃうからさ。え、確かに。うん。でも全然いいんだよ。うん。やるよ、サラは。全然その嫌ではないけど、なんかメンバーが着てたらもうさ、一発でバレんじゃん。確かに。あ、そうそう。いや、確かに。今、質問募集中。あ、そうなの？そうで。じゃあ、テロップに書こうよ。見てる？みんなの。あ、確かに、テロップで質問募集中って言えばいいの。質問募集、でもね、質問って。じゃあ、テロップに質問しよう。アイニアさん、え、わかる？あの、アイニアさんのワニ、ワニ、ワニ、ワニ。あ、可愛かった。え、めっちゃ可愛いと思った。うん、好き。あの手書き感好き。そうそうそう。あれ多分売ったらマジで。うん。え、てか普通になんかあるよね、ああいうの。雑貨屋さんとかで。ね。メッコが欲しい、私は。うん、絶対売れる。なんか、あれみたい。100日間生きたワニみたいな。うん、ね。なんかそんな感じ、売ってるよね、てか、そういうの。売った方がいいと思った。ね。普通に可愛い。わかる、可愛いよね。質問いっぱい流れていきました。だってわかる、全部読めなかった。だからめげないで質問してよ。すごい、何分から始めたっけ。6時ぐらい。うん。ご飯食べる？ご飯食べながら。え、でもさ、コラボしてればマジでさ、いくらでもさ。え、ガチでそうなんですよ。そうそう。え、どっちマジでこれ気になるんだけど、うん、内容もしっかりしてて短時間ショールームをやるのか、うん、ながらながらながらで長い時間ショールームやるのか。わかる、それ毎回私も思ってる。え、わかる。なんかでも自分だからどっちがいいのかなってすごい思っちゃうね。うん、ながらでやるのもさ。え、あとなんかこうやってコラボの方がいいのか、一人でやった方がいいのか。コラボだとさ、マジでコメントそんな読めないじゃん。そうなんだよね。でもたまにやるコラボはいいのかな。どうなんだろう。毎日はね、やらないと思う。うん、わかる。なんかね、このメンバーの意見とファンの方の意見とマジで全然違うよね。
自分はこう思ってたけどファンの人はこっちなんだみたいな。どっちもそれぞれの良さがある。だってじゃあそうだよね、うん、コラボと個人配信はその毎日毎日何違う違う時々コラボっていうのが一番いいと思うよね。私たちもいいよね。見て見て、おさらとひーちゃんはいつぐらいに髪色変えるの？だって明日？嘘です。でもリアルに高校卒業したら変えたよな。ガチ？うん、変えた色がない。真っ黒にしたい。今真っ黒なんだけどさ、青っぽい真っ黒にしたいの。あ、それは分からなくもない。茶髪は絶対似合わないから私。でもなんかいっぱいなんていうんだろう、茶髪で垢抜けるんだ、茶髪にしたいけど、うん、垢抜けないと思うからやめる。私なんかさ髪色変えたらさ、うん、めっちゃなんかなんだろう、なんか染めに行かなきゃいけないじゃん。だからそれ嫌だよね。なんかここがさ、うん、例えば茶髪にしてさ、ここが黒くなってるのが私は嫌なの。うん、嫌だしさ、なんかさ髪色もさその傷みやすくなるわけじゃん、うん、それがちょっと。あとなんか定期的に行かないと、だからそこにお金をかけたくない。それはマジでわかります。あの、うん、黒で黒のまんまでいいならずっと黒がいいです。うん、めんどくさいもんね。うん、めんどくさいんで。サラピーのコラボ普通の2の世間話みたいで楽しいだって。いや、みんな逆にさコラボって何やってるの。いや、わかる。世間話、ね、本当にね、テラピとかぐらいしかマジでコラボやったことなすぎて、うん、でも私もサラが多いかもしれない。いや、そうなんだよね、うん、なんか企画がないとそんなコラボしない。確かに。だって今日コラボしようってサラ言ってきたのさ3時ぐらいだよね今日の。申請なしなんで。それ嬉しい。いきなり電話かかってきたって思って。たまには先輩とのコラボも見たいな。あ、もう先輩とのコラボ30分ぐらい。なんて ?30 分ぐらいがもう制限、私の。確かになんかさ、会ってもないし、あれだよね、こういうさ、適当な感じでできる相手じゃないと結構むずい。うん、コラボって。そうなの。気楽なのはマジで。ね。そうなんです。私はね、茶髪は本当に似合わない。うん、なんかギャルになりそう。うん、わかる。なんかどうしよう、サラたちギャルだったら。でもさ、うん、時代が時代だったらギャルだったかもしれないじゃんね。うん、私もそう思う。サラもそう思う。ほんとあと10年ぐらい先に生まれてたら、うん、多分ギャル。私もそうだったと思う、多分。わかる。多分ギャル、うん、マジのあのギャルになってると思うんで、よろしくお願いします。前髪短いな、本当に。前髪いいね。呼び捨てできるアイニアさんと。アイニアさん呼び捨てしたことない。私じゃない。絶対人違い。人違いですね。絶対夢たん。しかもマジ呼び捨てしてる先輩一人もいない。なんかしてもいいよって言われてもできない。無理。なんか部活の時とかもさ、うん、無理無理、呼び捨ていいよとか言われたけど、うん、まあ仲良かったけど、仲いいけど呼び捨ては嫌だ、うん、先輩って呼びたかったな、とか先輩。うん、確かに。なんかそこの一線は越えちゃいけない感じがする。だし、まあ年もサラたちあれだからね、うん、年下の先輩がいないから。ああ、確かにそれはあるかも。うん、不思議だけどね。うん、だから変な感覚あるよね。だから、うん、逆にさ、例えば次3期生が入ってきてさ、私後輩だけど年上とかだったらちょっとさ、なんかどういう感情なんだろうって思って。だから今先輩とかつぐみんさんとかさある。そうだから、なんかどういう感覚なんだろうとは思う。不思議だよね。うん、なんかさ見ててなんかどう思うんだろうって思っちゃう。なんかNGT ファンの人だったらその、うん、その仲の良さとかも知ってるから、うん、もしも NGT を知らなくて、うん、私と例えばテラヒナが先輩だとしてさ、めっちゃテラヒナとか呼んでたら、うん、どう思うんかなって思って。確かに、ね、だし年下だし現に、うん、なんて同い年とかあ
愛ちゃんね。全てにおいて先輩だからね。うん。人生も。理由がないよね。先輩だから。いや、ほんと、だから、そう、先輩、マジで、部活も違ったから、ちゃんと、なんか、怖かったからね。うん、え、そう。私の部活マジで厳しかった先輩あるじゃん、うん、学校で結構厳しい目の部活って、うんうん、厳しめの部活だったから確かに上下関係ちゃんとしないとマジで怒られた。確か中学校が一番怖くない？うん、怖い先輩って思ってました。先輩見てたらやばい。こんばんは。こんばんは。いやー、ほんと、そうなんです。おいしょ。年上の後輩さんから、後輩からさん付けで呼ばれるわけだけど、どうする？それはそうじゃない？それは別に、年上の後輩ができたら、うん、さん付けで呼ばれることになるけど、どう思うみたいな。それは、そんな。そうじゃない？なんか、喋る言葉はタメ口でも、うん、さん付けはしといてない。うん、名前は嫌だかな。タラさんなんとかみたいな感じは全然大丈夫だけど、うん、タラって呼ばれたらあねと思う。あ、そういう子なんだってなっちゃうかも。あ、本当に仲良くなったら別だよ。あ、まあね、もう本当プライベートもう同期よりも仲いいんじゃないけど同じくらい仲いい。泊まりとかでみたいな感じだったら別にいいけど、うん、え、急に指捨て。急には怖いね。確かに怖い怖いって。いや別にそこで指摘とかはしないけど、うん、ああそれでまた仲良くなる場合もあるかもしれない、うん、いやほんとそうなんですよ、うん、で結構先輩にタメ語はつけたことあるかもしれないけど中学。でも私もさ小学校の頃バスケやっててさ一緒にやってたんだよ。小学校ってさ上下関係ないじゃん。あ、わかる。中学だからそう、私の一個下の子で仲良くて普通にタメ口でよく遊んでたんだけど、うん、で中学入ってで仲良かったから同じ部活に入ってくれたんですよ私と、うん、バレー部で。そしたらもういきなり敬語、ひな先輩わかる、なんかですか。そう、え、でも別に普通にプライベートとかでも遊ぶ仲なんだけど今でも、うん、でもずっと敬語、今でも敬語。え、そうだよね、わかる。もういい、取ってもいいけどって思うんだけど。え、わかる。なんか小学校の時はさ、あんだけサラ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 言ってくれてた子がさ、そう。でさ、サラさん、サラさんこんにちはみたいな。そう。で部活人じゃなくてもそうだよね。だいたい繰り上がりじゃん、うん、ほとんどが。確かに。ね。なんか自分がさ後輩側でさ、うん、でもなんか小学校一緒のいるじゃん今から。なんか一線置くよね。中学入ると。普通に呼び捨てで小学校の頃呼んでたのにさ、中学入った途端もう先輩感醸し出てるし、こっちもなんか、え、わかんない？え、なんかね、いや、お、おさらは後輩に厳しそうって来てるぞ。怖い。その人によるけどね、さらは。え、小学校の頃でさ、仲いい、自分が5年生でさ、6年生のところ仲いい人とかいたでしょ？うん。いたいた。一緒にさ、で中学も一緒でさ、うん、仲良くない？なくない？いや、慣れて。え、なんか、なんか一人の後輩を、後輩一個下の子、うん、すごく、なんか、かわいいねってやつなの、ずっと。まあ、私もそうだった。なんとかかわいいねってやつなの、うんうん。それで、繰り上がりでもう同じ部活だったから、すごいそのテニスをやってて、うん、で、ぶっって言ったから、でも急にさ、うん、なんか、壁を借りた気持ちになるじゃん。うん、わかるわかる。サラさんこんにちはって言ったら、うん、怖い怖い、サラって呼んでいいんだよって思ってたその子には。わかる。手を。なんか一気に先輩って言われる。そう、すごい砂とかかけて遊んでた仲なのに。なんかウェイウェイみたいな感じで遊んでたのに急に中学になったら、もうサラさん、サラさん持ちます。持つなてお前は。おめえは一緒に持つんだって。わかる。本当にね、その子だけに甘々だった私も。え、サラも。その子だけではないけど。仲良くなれなくて。うん。マジで誰とも仲良くなれなくて。うん。一人だけ。本当にその子一人なんか。私はもうその子づてで、なんかバスケをやってた子が結構入ってくれて、
ガチだからそう、なんかおいでよって言ったら入ってくれて、その子づてで他の子とも仲良くなったか。マジか。うん。それがないんだ。あった。マジで仲良くないんだ。マジで仲良く、そう、やべべ、方言が出たって。いや、そう、マジで、そうなの。どう？でも怖いって言われる、最初に。あ、でも私もそうだったよ。そうだよね。テラヒナの子は、うん、私も、こう、なんか、副部長だったんよ、中学の頃。で、なんか、部長と私でよくいて、結構さ、いろいろ言わないとじゃん、そうなると。そうだね。だから、めちゃめちゃ怖がられてた。いや、わかる。怖がらないでほしいよね。もしも、SP に後輩が来てもさ。いや、でも、怖がられると思う。私、一番怖がられる自信がある。うん、なんか喋んないからだよね。うん、仲良くなろうとしないと思ったの。でさ、もうあんま、向こうから来てくれたら仲良くなる。なんか難しい。仲良くなりたいけど、いや、名前が二文字って呼びやすくて、だって呼び捨てしやすくて羨ましい。だって二文字、おお、確かに。なんか先輩とかでもさ、今も NG とかもさ、うん、なんとかちゃんってつけてくれる方も多いじゃん。うん、全然呼び捨てしてもらいたいよね。確かに。あ、やばい、サラ先輩怖いって。怖い。多分ね、ちっちゃいもみんな怖がれると思う。自分から行く人いないじゃん。うん、じゃあ年下面だから。あ、それもある、うん、多分舐められて終わると思う、うん、そう。舐められるぞこれ。うん、でも年下面って言ってもさ、だってサラたちの学年も一番下だけど、もう高2でしょ。そうなんだよ。だってもうこれからさ、その後輩がいつ入ってくれるか分かんないけどさ。うん、でもこのままいったらだって高3にもなっちゃう。なっちゃうじゃん。もうこれはね、って考えるとさ、そんな下が入ってこない。上か、自分より上が入ってこるわけじゃない。赤ちゃんみたいな入ってくるじゃんね。うん、本当だよ。もう小6とかワンチャン入ってくるかもしれない。うん、どないすんねん、何習ってたみたいな。何言ってたのって。 X? X でしょってなる。え、てかさ、そう考えたらさ、私の妹が入ってくる感覚じゃない？今妹小6だもん。そうだね、全然入ってない。 そうだよね、その年の差ってことだよね。え、メンバーの妹入ってきたらどうしよう。やばいやばい、テラヒナの妹入ってきたらどうしよう。いや、絶対受けさせない。なんで？ユウとかの妹入ってきて、あ、こんにちはみたいな。絶対やだ。ハルルみたいに最初から笑顔でアプローチ。やだよ。確かに笑顔ならいいのかな。どうなんだ、ね、本当にそう。そら怖がられちゃうからな。でも私、後輩とか借りらず、なんか向こうから話しかけてくれないと無理。結構さ、ハードル高くない？テラヒナ。本当だよね。そうだから、うん、部活の時に私と仲良くなれた後輩は本当にすごいと思う。え、確かに。割と仲良くいい後輩いたんだよね。確かに。テラヒナが先輩だったら話しかけられるかな？話しかけれるかな？でもなんか先輩、部活の時の先輩はめっちゃ話しかけてくれて、先輩とめっちゃ仲良かった。マジ？うん。先輩の方が仲良かった。怖。先輩？うん。の方が仲良かった。うん。いや、もうどっちもどっちかも。結構みんなと仲良かった。え、めっちゃいいじゃん。なんか話しかけてくれる人が多かったんだよね。めっちゃいいじゃん。ね。なんで？休み時間とか、普通に先輩と喋ってた。確かに。なんか先輩がさ、うん、なんかさ、例えば、少女に、中 1？の時にさ、うん、さんの先輩がさ、なんか教室に来たりすることあったじゃん。あったあったあった。え、めっちゃ怖かったよね。え、怖かったよ。え、なんかさ、呼び出される呼び出される。え、じゃ自分の部活の先輩だったら全然怖くなかった。うん、なんかさ、やったみたいな。嘘。え、他の陸上部の先輩とか来たらマジで怖かった。え、確かに。あと生徒会長とか、いや生徒会長は怖くなかった。お前いつも体育館のさステージの上で話してるやつやんと思って。え、私の学校の生徒会長マジで弱かったんだよね多分。弱
弱々しかった。もう誰でも勝てそうだったもん。なんで、あ、体育館の裏に恋だ。怖。怖。殴られる。殴られるよ。言われたことある。体育館の裏に恋。ねえよ。いや、ねえんだよな。ねえんだよ。てか体育館の裏って何？体育館にね、裏がない。あの、わかる。私も裏がない、体育館に。あ、離れてなくて。体育館の裏、道路。道路っていうか、歩道。だよね、なんか体育館の裏ってさ、体育館がさ、校舎とは別のところに存在するから。うん、確かに。あるあるじゃん。体育館の裏、なんかドラマとかで出てくるじゃん、体育館の裏。うん、あんななんかロマンティックな裏ないんだけど、中学、あ、小学校終わったけど、中学体育館の裏とかなかった。告白スポットとかあった？その学校。あったか？え、あったかな？ないな。わかんない。リアルラッパッパだって。ラッパッパいた？ラッパッパ？切ってる人たち。いたいた。いるんだ。いるでしょ。え、いないの？ヤンキーみたいな人だよ。うん。怖。二個上にいた。あ、なあ、先輩にね。うん。怖いね。でもなんか、あ、お、確かに。しょっちゅう呼ばれてたな、だって。え、めっちゃやばいやん。めっちゃ怖。告白スポット呼び出された？隠すスポットなかったよ。どこなんだろう。なんか放課後にさ、教室の前とかでやってる人いたけど。うん、なんか告白もされたことないからさ、どこが告白した？なんかさ、サラのさ、あのエピソードおもろいんだけど、話していい？ダメだよ。何？え、なんかさ、仲いい友達がさ、みんな告られてんのにさ、なんか告られなかった。言ってなかったっけ？怖くない？多分ね、現象。多分心霊現象だと思うんだけど、ガチでびっくりなの。なんかやっぱなんてモテモテグループみたいな、さ、男子の皆さんのことは分かんないんだけど、うん、なんかやっぱ なんかその何モテモテグループっていうか、まあイケてるグループ単に、うん、のまあそころに、まあ、一応属しておる私も、うんうん、でなんかもう普通にね、なんか順番にすごい告白する男の子がいたの。まずなんかいるじゃん、そういう方って、うん、いるね。なんか中学校時代の方、うん、もう一人ずつにもう片っ端から告白していく、うん、子がなんかずっと私のねグループの子に告白してたんですよ、うん、でまあ次はサラかなみたいな、次はサラかなって思ってたら、うん、私の番いつまでも来なくてマジ中学校卒業しちゃいましたマジで気まずい。おもろすぎるよね。だって話誰かと成立したとかじゃないんだよやばくない？そんなこと嘘でもいいから言ってくれよって思ったんだ。まだ未だに順番待ってるんでよろしくお願いします。振るけど振らせてみたいな、なんていうの、ごめんなさいもう言えなかった。おもろいね本当に。どういうこと？誰？マジそんなに嫌いだった？ごめんね、本当にごめんね、そんなに嫌いだったんだと思って。でもサラって絶対さ、なんか学校のさ女だけど男に見られてる系の子だよね。いやなんか男に見られてるとか、うん、じゃあ女に見られてないよね恋愛対象うん、やばっ、こんな感じするもん。なんかめっちゃ男の子と仲いいみたいな。いや全然仲良くはなかったけど、うん、期待してたんかいって、本当期待してたから恥ずかしかった期待してたんだ女の子たちもさ、うちも告られたみたいな、うん、そうなんだみたいな感じで思ったあ、じゃあ次はサラかみたいなの、うん、そしたらもう違うクラスに行きやがって、お前さそれ本当におもろい。本当なんかもう一回通過してくれよって思ってイエスぐらいでいいから、もう全然、うん、全然マジで、もういいけど本当にマジで。そうだよ、断る準備してたんだよ断る準備してたんだ。彼氏とかいらないかなみたいな、ちょっと
全然そんな言葉の彼氏のいらないからのかも出るわけもないぐらい本当に告白しちゃったもん。面白い、その流れでさら来ないの本当に面白い。本当にもう根に持ってて、だって根に持ってんのマジでマジで根に持ってっから今すぐに告白してこい死にこい来るかも、来てくれるかも、はい、そしたらもう断る、ごめんね、見てるよ多分配信。えマジか、いや本当告白されなかったな。でも絶対テラピーも告白しにくい、テラピーは告白しにくい、うん、好きだけど、だけどサラはもう好きでもないし告白もする気もねえって感じなんですよ。この違いはもう違う。でもテラピーは絶対モテてただろうね。テラピーはモテなかったマジで。テラピーモテなかった。このが学校の顔面偏差値高すぎるよ。違う、高いよ私の学校。マジ？マジで高いんって。ガチ。いやマジで高い本当に。えでもわかるかも、なんか見たことあるかも。マジで高い。いいな、でも今の中学生とかってマジで顔面偏差値高いと思う。なんかもうさみんなメイクしてんじゃん中学生。うん、早えなって思うよ。私の学校もそうだったんよ。え？なんかもう私はメイクしてなかったんだけど。うん、あ学校に。あ学校にしてくるんじゃないよ。遊んだ時に遊んだ時に普通にメイクしてる子とかいて、うんね、カラコンとかしてる子もいたし。わかる。中学でだよ。私なんてもう、うん、みんなやってるからリップ買ってみようかなレベル。うん、ほんと色付きリップみたいな薬用、うん、そう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 、わかるわかる、かわいい。ニベアのね。そうそう、ニベアのニベアのねそういうやつでした。うん、テラピからの、テラピからの行為は絶対に気づかなそう。テラピ絶対アピールできない。絶対テラピは終わるタイプ、ね、終わるタイプ、終わるタイプ、終わるタイプでしょ。終わるタイプだって終えないでしょ。うん、追えない。そうですよ、追ったところで多分もういいやってなっちゃう。折れちゃいそう。うん、折れると思うですってだって追われた方が絶対幸せよ。まあ確かに、ね、うん、まあわかんないけど、どっちもどっちもですね。私は聞かれてねえけど、だから自分からさ、女の子ね、友達が、うん、自分から告白してる子とか見てなんでって思って、すごいなって。なんか なんでがでかかった。なんでがでかいはおもろいな。なんか自分から女の方から告白 して成立しましたっていうのがなんかそんな、なんかダサいって思っちゃうの。え？めっちゃそんな男の人やだって思っちゃう。あ、もう自分から来いよってこと。そう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 。好きなら。そういうなんか男気が欲しかった。ああ確かにね。うん、あとなんか直接言えない人とかダサって思って、確かになんか、ね、LINE でしか言えないみたいな。うん、まあ私は LINE でも嬉しいですけどねください。 LINE やじゃん。まあ確かにね、付き合いたいとは思わないかもしれないけど、うん、だってさ LINE でさやられたらさ嘘こくだと思っちゃうね。え、わかるね、嘘こく流行った人って流行ったよね本当に最低。流行ってたよね。最低だと思う。されたこと。でもそれ見てはそれ見て笑ってた。最低。なんか嘘こくでさ、どう、嘘こくって知ってますか？なんか切って打って、なんか、あ、例えばまあ振られるか成立するかは分かんないけど、例えば好きって告って男の人がね、で女の子があの、好きです、私の好きでしたとか返したら、うん、その後に焼きとか返すの、うん、とかあったよね。それじゃない、それもされたことないけどねされてるとこマジで見たことある。マジ？うん、なんか全然仲良くない子だったけど、それはあ、うん、いやいや、うん、それじゃない。めっちゃ話とか回ってきてさ、お願い私のクラスには入らないでって思ってた。マジでね、最悪だよねいっぱい誤解もされた。リー。いやー。そこからマジでやめた方がいいよ。何の得もないから。学生ってすごい流行るんじゃん。流行るよね。なんかそのさ、LINE のスクショとかで回ってたもん。そう、なんかさ、あの、学年グループ LINE とかにさ、貼られるの。最悪。
つまんねえなーと思って。つまんねえ男たちだ、だからモテねえんだと思って。え、そう、大体モテない人がやってるからさ。え、違う、なんかさ、なんかいけ、なんかもう、イエーイみたいな感じの、もう、うん、ウェーって感じの人たちがやってない？だからもう外見は確かにかっこいいよ。でも、内髪さえ悪みたいな、そういう人がやってる。確かに。本当にね。わかる。でさ、その子、ありがとうございます。好きだった場合はどうなるのって思う。え、でもさ、そういうのしかなくない？だから女の子側がこの男の子のことを好きって思ってて、それがバレちゃって、お前嘘告してこいよみたいな、ああ告って、で私もってなって、うわーってなるんじゃん。もうそれさ、本当にさ、心が痛い。もう軽くだって、もう結構きつくない？もういじりじゃんそれ。うん、それ結構きついよ。見てるこっちもきついよ。なんか本当によくそんなことできんなと思うよ。うん、本当にね、今の小学生とか中学生流行ってたら、うん、マジで止めに行っててほしい。うん、やめた方がいい。だからさ、そういう、でもさ、恋愛系って先生が首突っ込めないからなるんだろう。うん、確かにね。うん、ただのいじめじゃないじゃんそれって。うん、確かに本当に最低だと思う。うん、どっちがどっちに嘘告するのよ。だいたい男の子が告白。男の子。女からやることはないよ。うん、そういうの女の子絶対に嫌だ。うん、女はやんない。だしさ、なんかちっちゃい子とかにもうさ、だってスマホとか持ってる子ってさ、うん、めっちゃもうちっちゃい子から持ってる場合もあるじゃん。うん、あるね。そしたらもうスマホの使い方なんてもう分かってないわけ。スマホの怖さも。うん、だから怖い。本当に気をつけてね。サラもわかんないけど。私もわかんない。本当に怖いですね。若い子の世界は怖い。いや、怖いよね。学生時代が一番怖いかもしれない。わかんないけど。まだ私みんなツイッターとかインスタやってたけど、怖くてやんなかった。いや、サラもやってなかった。なんか怖かった。なんかさ、揉めてることあるじゃん、たまに。いや、わかる。なんかさ、それをさ、聞くからさ、やりたくなかった。めんどくさそうと。ツイートとかでさ、なんか、今日うざかったみたいな感じで書く子もいるわけじゃん。怖いって、そういうの。なんか先輩のツイッターとか闇でしかなかったもん。なんか見て。そうなんだ。ツイッターもわかんないけど。ツイッター全然なんか意味わかんなかった。あの、なんかツイッターは怖そうだった。入るまで。うん。SNS。インスタはまあって感じだったけど。確かに。SNS。怖かった。ねえ。SNS ない時代で本当にが一番楽しかったよね。なんで笑ってるの？ずっとさ、なんか言おうとして、SSS って言ってたから。全然聞けない。そうですよ。鬼ごっこしてるとき、一番楽しいです。まあね。そんなね。携帯よくないよ、本当に。捨ててこい。捨ててこい。だるまありがとう。そうです。受けてください、皆さん。嘘国に嘘国は本当にやめた方がいい。でも嘘国する年齢の人多分いないけどさ、今小学生いるかいや本当にね、便利すぎてね、よくないよマジで。よくないっすね。なんかもうだから最近さ、できるだけその携帯からもう離れようと、え、そう、私もご飯食べようって思っちゃう。なんか、なんていうの、その NGT の活動はさ、お仕事とかもあるじゃん。その皆さんに伝えなきゃいけないとかもあるけどさ、うん、その何、なんか携帯でなんていうの、遊ぶときとか、うん、YouTube とか、うん、マジ離れよう、地上波見よう、はいってなるよね。わかる、携帯嫌だよね、本当に。うん、本当に。でも最近触んないようにしてて、今日も触んないようにしてたから、配信始める前まで、あの、寝るとき充電するんじゃん、携帯。うん、でも充電 70% ぐらいあった。マジで触ってなかった。だからあと寝るときとかもさ、そう、なんか職業柄なのかわかんないけどさ、SNS をさ、チェックしちゃう。話したよね、この前。そうそうそう。だけどさ、その何、そのなんかもう早く 寝なきゃいけないんですよ。見始めたらもう一生見てられる。なんかわかんないけど、ツイッター開いてるよ。そうそう、ツイッター見なんかみんなこうだったんだとか思って、うん、別に見たいわけでもないのにさ。じゃ次にインスタ見たりしてさ。そう。なんかもういろいろ見たらもう、え、時間経ったのみたいな。めっちゃわかる。
あ、もう本当に最後の最後、起きてる最中にチェックをして、布団に入ったらパンパンってなりたいなって。めちゃめちゃわかる。そうな、だからもう今頑張ってんの。ガラケーにしよう。タバありがとう。クリ、クリ、クリって何これ、リフト。ありがとう。小判、小判なんてあったっけ、ありがとう。エゴサしますか、だって。エゴサします。エゴサします。でもそんなしないかも、言って。エゴサね、どうだろう。エゴサはしますけど。なんか公演あった日とか、なんかやった日とかはするけど。うん、いや、するな、サラメ。エゴサはします。でもテラヒナで出てくるの嬉しい。ああね。うん。テラヒナで出てくる。テラヒナっていないから。すっごいお皿出てくるからさ。でもね、テラヒナって打つとね、なんかよく出てくるのが、なんとかがてら、ひなたぼっこ。意味わかる？うん。なんとかがてら。なんとかがてら、ひなたぼっこみたいな。ひなたぼっこみたいな。なんかそういう人がいるのよ、一人。なんかよくそういうことつぶやいてる。すごい。だから、いや、わかんないんだよね。なんかそれがアニメのなんかなのかな。ひなた、ひなた、そうそう、なんかそういうのでたまに出てくる人いるんだよね。そう、おもろって思って。多分だからフルネームでしか検索したことない。マジ？なんかさ、エゴサってそんななんか、そうとかで、タゴジョウとかなんか、そういう感じで出てきちゃうから。それは違うな、と思って。あ、いいねがよく来ませて。ありがとう。ね、いいね、いいね問題。結構、なんか、言ってる人いるよね。え、わかる。ね、でもそう、言わないでね。私は、なんか、いいね来てないよとか言わないでね。ね、それはね、ほんとみんな大変だからね。うん。全部全部いいねするわけでもないし。うん。でもそういうことはあんま言われないけど、メンバーからさ、なんか、行くじゃん。そうそう。それはマジでかわいそう。うん。いいファンの人に恵まれたのか、だけど、ね、あんま言われない。なんか全部いいねするっていう義務でもないからさ。いや、そうなんですよ。うん。私、もう、ありがとうの気持ちを込めて、いいねをした、うん、そう。そういうサラみたいな人もいるし、いいねを全くつけないけど、めっちゃ見てる。うん。そうそうそう。サラめっちゃ、うん、言わないよだって。よかったよかった。よかった。それさ、なんか悩んでるメンバーとかもいるじゃん。うん。それを聞いたりするとさ、なんか、ああ、なんかどっちの言い分もわからなくもないけど。わ、うん、かるよ、それは。ってなっちゃうよね。確かにさ、自分がファン側だったらいいねは欲しいけどさ。ね。え、まあ、なんでもないです。尊いありがとうございます。もらえるのは嬉しい。いや、そうなんだよ。もらえるの、うん、作るのね。もらえるのは嬉しいって思ってくれるのはめっちゃ嬉しい。うん。私のいいねがそんなにってなる。ね、ボタン一個でそんな変わってくれるのかな。うん、思うけど、なんか、それをなんか、あの人にはしてるのに、私には、僕にはしてない。うん、そうそう、だからそれに関してはもうさ、こっち側もそんな深く考えてるわけじゃないから、みんなもそんな深く考えなくて。そうだよね。うん、でそういうファンの人がいたら言ってあげてください。そう、なんかアイドル側から言うのって結構勇気がいると思うよ。うん、確かに。なんかそんなとか、なんか理由を述べるよとか言われてもそんな理由は言えないし、ハンドありがとうございます。だから、うん、そういうファンの人を他のルームとかで見つけたら言ってあげてください。そうだよね。2人ともいっちゃんかわいい。ありがとう。何？いっちゃんかわいいだって。もう2人とも意味わかんないけど。はあ、2人が1位らしい。大丈夫。やば、夜のテンションになってるよ、さ。そうなんですよ。やばいです。お腹すいたね。うん、今日のご飯は？今日のご飯なんだっけな。でもかぼちゃコロッケあげてって言ったのを覚えてる、私が。素敵。でもあとなんだろう、なんだろうか。
悲しい顔しないで。悲しい時ということで、え、めっちゃ配信したんだけど。わかる。あ、みんなおしゃぶり会来てね。来てね。まだやってるよね、多分ですけど。うん、サラピーのコラボの、間違えた、コラボじゃない。おそろっちの日もまだある。だからその宣伝、その宣伝のために今日はやったんだよね。その宣伝のためだよね。そうです。来てください。あと、10月も追加されるんですね。テラピーもさ、ハロウィンやるでしょ？ハロウィンやる。買った。一緒に。昨日。年だ。何買ったの？何買った？え、決まった？うん、さあ決まったよ。私も決まった。せーの。言うのこれ。全然違うこと言った今。何？リンゴマン？言わないの、テラピー。リンゴマンって言ったんだよ。テラピー言わないよ。え、テラピーシークレットだって。キュンキュン。さらもう言っちゃった。言っちゃったの？うん。シークレットです。ゴスロリです。ゴスロリなの？うん。何すんの？お人形さんみたいなやつ。どうしてもやりたかった。でも全然やりたいとか思ってたけど、全然どうしてもわからなかった。あと、むずいよね。一回しか着ないからさ、なんか迷ったよね、うん、何かを。そう、昨日頼んだら今日届いた。はいや。びっくり。昨日頼んだけど何も来てないよ。そう、でも今言ってんでバッグを頼んだ、うん。ねえ、待って。私もめっちゃ買った昨日。9点マジで今メガ割りやってる。今メガ割りやってるからさ、死ぬほど買っちゃうんだよね。あ、バッグ買っちゃって、バッグっていうか、うん、でっかいバッグが欲しくて、ただでっかいバッグしかこの世の中で探してない女なんですけど、うん、ずっと言ってたよね。そう、リュックはでっかいリュックは買ったの。だから次はでっかいカバンだと思って、うん、もういっぱい入るカバンを買ったの、うん、まだ届かない。9点遅いよ多分。うん、そうね、めっちゃ買っちゃった。もう一度目代わりだから。でも今クーポン使い果たしちゃったから。いいよっぽ。だから次リップ買いたいんだよね。あーね、買ってあげない。ありがとう。ありがとう。さあ今ジャージを探して、ジャージが欲しくて、あとあれ買う、買いたい、いいのがあったら。パーカーが欲しい。え、全部ダルギー、びっくり。パーカーいいよね。おそろちのパーカー買う？買っといて。嫌だ。お金ないもん。そう、お金ないんだよね。お金ないよね。お金ないんだよね。学生にはきつい。そうなんすよ。マジで何を選ぶかマジで迷うんですよ、皆さん。どうやって、ね、メイクも買いたいし、服も買いたいし、バッグも買いたいし。わかる。全部買いたいんですよ、普通に。9点おすすめある？え、私はパックとか。じゃ一気に買って、めっちゃ安いよね。うん。ありえないぐらい安いよね。うん、本当にありえないぐらい安いし、なんかパックってさ、うん、自分でも買わないじゃん、あんまり。わかる。なんかさ、いった、おー、ピアス。ねえ、なんかさ、開けてるの忘れてゴミだと思っちゃうんだよね、毎回。引っ張っちゃうの。やばいよね。いや、お金かってめっちゃ。リアルな話なんですよ。お金ないです。お金ないんです。なんかそう、私はさ、サラもそうかもしれないけどさ、うん、まだ高校生だからマジで口座とかもいくら貯まってるか見たことないし、わかんない。そのお仕事のお金も全然1ミリたりとももらったこともないから。そうなんですよ、本当にもう一般高校生のお小遣いだから、うん、そのお小遣いでさ、その仕事の分もやりくりしないとじゃん。そうなんですよ。お小遣い。ママ増やしてください。お願いします。多分私のママ見てた気がする。え、見て、サラちゃんの財布になりたいだって。イエーイ。いいじゃん。なってもらえ。だって。嘘。いや、本当になんかマジで今悩んでるんですね。悩んでんの？ってなんか、何を優先して買えばいいのか分かんないじゃん。ああ、確かに。なんか、うん、NGT の活動だったら、そのメイクとかがあったけど、うん、自分的にはめっちゃジャージが欲しかったとか、めっちゃなんかおしゃれジャージみたいな。うん。韓国系のジャージ
うん、ジャージみたいな感じのが欲しかったんですけど、でもそれは違うな。でご飯も行きたいなとか思ったりとかして。え、そうだからさ、友達とかメンバーとかと遊んだらね、もうバイバイだよね。うん、もう本当財布投げてるようなもん。うん。本当に。奢ってもらうだって、マナちゃんに。そうしよう。そうだよ。マナひなって行こうぜ。でもね、マナはね、絶対奢んないよ。え、マナは絶対奢んないです。マナは絶対奢んない。マナはね、でも自分のさ、何お金結構使う。え、そう、マナ。マナね、でも行ったの。え、この前ね、ピアス開けた時一緒に遊んだんだけど、うんうん、めちゃめちゃ買ってて、二人で行ってた。またひなに言われちゃうって、いっぱい買ってて。止めてあげて。めっちゃ、ね、めっちゃ買ってた、この前も服。似合うけど、これも買うのみたいな。そう。可愛いって言ってありがとう。めっちゃ買ってた。私はマジで、なんか服、お金使わないようにしてそう、わかる。なんかさ、私たちの目の前にあるお金さ、もう、これ、この一枚のお札を、うん、どこまで持たせられるかっていう。うん、だってさ、もう今の世の中とか、なんていうの、もう高いじゃん。うん、高い。だって小学校の時とか1000円で遊べてたものさ、うん、もうご飯とかでパーってなっちゃう。普通にだからなんかお金欲しい。本当じゃない。よくないです。なんかだから悩んでるんです今。目代わりで何を買おうかって。ね、わかる。なんかもうあのさ、カゴに永遠と溜まってくの、私欲しいものどんどん入れて。わかるわかる。そっから厳選してくんよ。それな。それが大変。そう、なんかこれ似たようなも持ってるな。そう。似たようなの持ってんだよ。でも欲しいよな。しかもさ、メイク道具に関してはさ、持ってるは持ってるじゃん。でも欲しいじゃん。それがうざいの。その自分の心が。それな、わかる。パパって買ってみたい。そう。宝くじ買うしか。いや、ほんまにそう。いや、絶対当たんないよ。いや、当たんないよ。うん。そうなんですよ。買いだめとかしますか？だって。どういう買いだめ？ご飯とか、食べ物。いや、しないな。てか、普通に実家暮らしだから。そうですよね。ご飯、なんだろう、でも、そうなんですよ。おしゃれカフェから。おしゃれカフェが高いんですよ。カフェ本当に高い。でもなんかさ、あの、自撮り生写真じゃなくて、生写真じゃなくて、プロデュース。もう、あれにどんだけお金がかかってるか。え、わかる。なんか、一人、ん？プロデュース生写真。プロデュース生写真。結構ね。そうそう。プロデュースじゃないときはさ、もう、そうね、全部ね、カフェとか行っても、全部スタッフさんじゃないですか。お金もかかんないし。うん。プロデュース生写真、ね、毎回お店探して、高えなーって思いながら撮ってます。ありがとうございます。アイス大量に購入したって、ずる、ずるずる。アイス食べたい。アイス。アイス食べたい。アイスうまいよね。うん、大好き。ワンコインが1000円になったよね、だって。そっち。てか、なんか一番時代感じるのはさ、ガチャガチャがさ、3、400円するよね。わかる。なんか私らがさ、ガチャガチャ保育園とかの頃って100円じゃん。うん。なんかもう200円がレア。え、そうそう。200円が安いって感じるの。うん。なんかさ、小学、幼稚園とかの時はさ、もう100円で全部できて、うん、でも、たまに200円のものがあって。そう。で、高いな200円って思ってたの。そう、で、ママから200円のやつはダメみたいな。そうそうそう。100円ならいいよみたいな。そう、わかる。びっくりする。最近それで初めて時代を感じた。うん、だしさ、現に今さ NGT 劇場でガチャガチャあるよ。あ、そうだよね。500円、結構ね、うん、高いけど、うん、でもそれで今当たり前ガチャガチャ。うん、まあ確かにさ、普通のガチャガチャでもさ400円するのとかも普通にあるじゃん。あと、な、分かるか。あとさ、物がどんどん良くなってるじゃん。うん、確かに、ね、物、うん、うん、がだからかも。でもめっちゃちっちゃいので400円とかね。この前私さ、ガチャガチャやったんだけどさ、なんかフィギュアみたいな、しんちゃんの、うん、でめっちゃなんかもうこんぐらい
マジで見せてあげたいんだけど、こんなちっちゃいので300円したのね。高っ。そう、なんかそんなちっちゃいと思わなくて、やっぱ開けたらめっちゃちっちゃくて、それで300円だったのよ。高いな。で、なんか1週間後ぐらいにまた300円で回したのよ。200円かな、うんうん、めちゃめちゃでかいの。本当に損した。いや本当にね、ガチャガチャ高くなってんのよ。あとさ、クレーンゲームでも最近さ、クレーンゲームもね、100円じゃなくなったよね。200円だよね。クレーンゲームだけは100円でいてくれって思うよね。分かる。だってさ、取れる確信ないじゃん。取れないじゃん、あれ。取れないもん。うん、もう全ゲーム業界に今言ってっから。うん、取れねえから。試しがない。取れないから。浮いた試しもないよね、物が。取れないんだから100円にしてくれよ。そう、本当に。ママはなんでこんなものにお金使うんだって思ってるよ。だって、いや確かにね、でもそれは違うよね。違うよね。それやってるのもお金の価値がある、うん、ゲームだから。でもさ、ちょっと思ったけどさ、太鼓の達人だけはさ、安くなり続けるよね。太鼓の達人最初100円で1曲だったじゃん。で、ちょっと経ったら100円で2曲できるんだったじゃん。うん。で、今3曲できるからね、100円で。なんですよ、太鼓の達人。うん。下手だったね。下手だったね。サラが一番下手だった。いや、本当にびっくりした。うん、本当に下手くそでびっくりしたから、もう。うん。疲れちゃった、太鼓の。サラ下手だった。下手だったね。みんな下手だったんだけど。いや、誰も下手だったんだけど、だってサラと私でさ、2人でやったらさ、クリアなんなかったからね。うん、一本も立たなかったの。何、うん、メタね。一本も立たなかったよね。うん、そんなことある。そんな、しかもさ、2人ともさ、うろ覚えの曲でやったじゃん。よく知ってる曲じゃなくて、なんかノリでさ。そうそう、やっぱこういうのも、いや本当になんかどんな曲だったっけ。で、難しい。めっちゃ一番難しいので、二人でやったのは、睡蓮花。そう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 。ここの場面知らないな。そう。ああ、サビぐらいしか知らないの。え、サラも知らなかったの？知らなかった。ね、なんであれにしたのじゃあ。ね、乗れるかなって思った。いや、サラは知ってんのかなと。私にサビしか知らないから、まあ、なんでもいいやって思ってやったのよ。サビがしかわかんなかった。うん、二人ともわかんないのに、そりゃ無理だよね。うん、本当に多分、機械が一番びっくりしてる。うん。マジずっと叩いてたよね。なんかもうリズムとかなかったよね。何これみたいな。そう。そうなんですよ。ということで、めっちゃ話しちゃった。ね。ということで、皆さん、そろそろご飯の時間です。はい。やば、もう8時半だね。何時間も配信してまい、誠に申し訳ございませんでした。ございませんでした。あ、ランキングを読めますか。はい。OK でーす。でね、横にしたらランキング読めるんだけどさ。無理。あ、まあいいや、頑張って読む。頑張って読んでいい。今、バグってるよ。はい。え？ 13 位、ルテンさん、ありがとうございます。え、急に読み始めるんだ。13位、相馬小太郎さん、虎太郎さん、ありがとうございます。12位 SK さん、ありがとうございます。12位ルテンさん、ありがとうございます。え、一緒やん。13位の人だ。11位ハキムさん、ありがとうございます。11位くもっちさん、ありがとうございます。10位フルさん、ありがとうございます。と、10位リュウさん、ありがとうございます。9位クラさん、ありがとうございます。9位、あきらちゃん、ありがとうございます。8位、あきらちゃん、ありがとうございます。すごいな、2人のルームで泣けるんだ。そうで。8位、やしちさん、ありがとうございます。7位、ひらさん、ありがとうございます。7位、と、グロールさん、ありがとうございます。6位、かいでさん、ありがとうございます。6位、かしんさん、ありがとうございます。5位、サボテンさん、ありがとうございます。5位、りえこさん、ありがとうございます。4位アルビさん、ありがとうございます。4位ヤスラアキさん、ありがとうございます。3位オズちゃんさん、ありがとうございます。3位は待ってくださいね、タムちゃん、ありがとうございます。2位ジェイソンさん、ありがとうございます。
み、さっと777さん、ありがとうございます。どういう名前？さっと777、トリプルセブン、ありがとうございます。1位、ゴーさん、ありがとうございます。1位、まるちゃん、ありがとうございます。皆さん、今日はサラピーのコラボ配信見に来てくれて、あと、スクショタイムですね。はい。せーの、じゃあ何回でポーズが揃うかやろ、はい、みんなポーズ揃ったらスクショしてね。OK、このルール理解した？せーの。ね、待って。聞いてないそれ。ピース以外。なんで？はい、いきます。せーの。なんでタンタンないの今度は。タンタンあり？うん、せーの。うわ、迷った。ピースなしじゃないの？もう無理だよ。はい、はい、はいはいはい、揃った揃った。はいはい、あとは、あ、動いた。何？やってほしいポーズ募集中です。な、ご飯食べたいわね、もう。じゃあご飯ポーズ。Okay. いやー、半顔メイク。もういいよ。半顔メイクって何？合わないんだよ、私ら。やんない方がいいんだって。そうだよ。もう最高の生物ができる。あ、もっと後ろ。え、どこ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 。え、どこどこどこ。どんなさ。え、なんかそのパーツの高さが全部違うからさ。え、確かに合わせた。顔から合わないよね。でしか合ってない。あ、ちゃんとね。え、なんか来てない。え、こうなんだ。こうなんだ。角度だ。角度だね。え、え、待って。無理だよ、やめよう。もうこれやるのやめよう、今後から。気持ち悪い。分かってるじゃん、結果。どうしよう。すごい生物が発見。ありがとうございます。ありがとうございます。気持ち悪かった。はい、じゃあご飯食べに行ってください。バイバーイ。バイバーイ。ございました。また明日。